2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で CM に入ったということで、えー、っと、あの、おっさんがだらだらさあのこうビール飲みながらしゃべれてるしょうもないやつなんですけども、あの、基本的にはそんなに面白いこと言うわけではないので、あの、アルコールなどを準備していただけると、あの、どうでもいい話でもなんか、それなりにいけるんじゃないかなと思います。 というわけで、えっ、ー、と、日本は21時半ですけども、えっ、ー、と、こっちは割とお昼ちょっと時間過ぎたぐらいなんですが、えっ、ー、と、今日飲もうと思ってるのは、このペッシェレッセっていう、ベルギーのビールですかね。なんか割とおしゃれ感のあるやつなんですけど、あ、少な、えっ、ー、と、250ml でアルコール度数2.5%。なんか、だいぶ、あの、多分飲みやすい系な感じだと思うんですけども、まあ、とはいえ、あの、まあ、そんなにも、あの、こういう、 なんか、僕、冷水しちゃうと、あの、くでもないことばっかり言うので、とりあえず、あの、今日はアルコール度数少なめなビールということで、はい。というわけで、えっ、ー、と、アルコールのある方は、準備してあげるといいんじゃないかなと思いますけど、まあでももう、勤務時間終わってる系の人か、無職か、子供部屋おじさんが子,子供部屋坊さんが多いのかな、って感じだと思いますけども。なんか、桃の、あ、桃の匂いめっちゃする。えー、なんか、あの、ベルギーって、あの、その、桜んぼとかフルーツ系のビールがちょこちょこあるんですけど、それと桃系のビールみたいで。 というわけで乾杯。おいです。あ、あ、なんかあの、すごい、あの、フルーサイダーっぽいですね。なんかあの、リンゴのお酒でサイダーっていうのがあるんですけど、あれっぽい感じで、あの、桃の甘さと酸味がある。これ、すごい飲みやすい。おすすめな感じですね。 えー、差別格差や民族紛争を根絶するために解消すべき課題として、個体間の遺伝,遺伝的環境的差異と個体が社会システムにとって本能を管理されないことの差で、デザイナーベイビー、人間各所、信用の電子化、電脳化などを研究急させ、AI がすべての子供が生まれる際に遺伝子編集し、等しい生育環境を提供することを実現するために努力していますが、どう思いますか本来人間自由意志はないし、存在意義もないので、そんな社会でもいいと思います。 えっと、それを、そのなんか、そうしたいというモチベーションの部分が全然わかんないんですけど、それであれば別になんか人間同士を交配させて子孫を作る必要ないと思うんですよね。要はその、あのなんか、その DNA を交配させて、あの、その人間ってあの子供を作るんですけど、で、その交配させるときにそのどの遺伝子が発動するかっていうのも結構ランダムだったりするんですよ。 ただ、その双子でも、あの、性格が結構違うみたいなのがあって、なので、その、なんか、あの、どういう形で子供が生まれて、どういう性格になって、どういう、その、なんか、能力を持つかっていうのは結構分かんなかったりするので、なので、なんか、この人類で増やしたいんだと思えば、その人類をひたすらクローンで増やしちゃった方が、多分、あの、理想の社会になると思うので、その、いちいち後輩をさせるとか、その、生まれた子供をいじるというのではなく、完全クローンでやった方がいいんじゃないかなと思います。はい。 えー、メーカーで10年近く勤める会社員です。財務の部署から現場に近い事務所に移動になりましたが、面倒な上司に巡り合い、本年4月にメニュエール病にかかり、落ち着くまで休めとの判断に至りました。しかし子供がいるみんなので復職をしたいともに大学病院に行き調べたところ、原因はストレスだと言われ、診断書はどうとでもかから要できるような内容を考えなさいと言われました。電磁が移動させやすい内容の診断書についてアドバイスをください。会社は旧財閥経営の古き置き日本企業です。えっと、どういう部署に行きたいのかっていうので、それによってだと思うんですよね。 その体力仕事がしたくないんだったら、その体力仕事はちょっと向いてないですっていう診断書書いてもらえばいいと思いますし、で、なんかあの経理とかそこら辺のなんの数字いじる系行きたくないのであれば、そのなんかあの計算能力がちょっと下がってますみたいな書いてもらえばいいと思うので、なので、あのその移動させやすい内容というより、自分が行きたい場所がここで、ここに行きたくないなっていうのが明確になった方が、お医者さんとしては診断書書きやすいんじゃないかなと思います。押しましまた えー、子供の頃からずっとウルトラマンが好きな20代です。最近は毎年約25話構成で新作が放送されており、各作品配信サービスや年末年始や東京ドームで大きなイベントなどをお伺しています。一時期新作が出ないグラフの時代が何度かありましたが、こうして再び人気を集めているのは何か理由があるのでしょうかやはり日本の景気が関係してくるんでしょうか見解を稼いでてたら嬉しいです。えっと、基本的にその、あの、一時期新作が出なかったという時期が、そのなんかウルトラマンの権利がタイ人が持っているのか、日本の会社になるのかっていう裁判をしていた時期で、 で、それが明確になって、その後、つぶら屋プロが、なんだっけ、アルファベット3文字の会社に入りをして、みたいなところから、また戻ったっていうので、なので、もともとその、仮面ライダーがずっと続いているように、ウルトラマンシリーズっていうのもずっと続いていたと。で、その、要は、 あの、全然知らない話よりも、自分が子供時代に見てたものを見せたかったりするんですよね。か仮面ライダーを見てた親が子供に仮面ライダーを見せるとか。っていうのがあるので、そのウルトラマン世代だった親たちもウルトラマンの子供に見せたいんですけど、それがなかったっていうのが、あの、まあ、特殊な事情があったのでなかったっていうだけで、基本的にはその、あの、なぜ続いてるのかではなく、なぜ止まったのかっていう方が、あの、なんか知っといた方がいい点なんじゃないかなと思いますけど。 例えばその、サザエさんとかチビマルコちゃんとかってずっと続いてるじゃないですか。で、あれって別、そのなんか、あの、めちゃくちゃ面白いと思って見れるわけじゃなくて、まあその、子供の頃にチビマルコちゃんを見て育った親が、じゃあ大人になって、まあ子供と一緒に見るんだったら、まあ自分もストーリー分かるし安心だよねっていう感じでなんとなくつけるっていう、消極的判断なんですよね。その積極的にチビマルコ超見てって言ってる親とか子供ってそんなに多くないと思うので、 なので、そのブランドができたものっては、その消極的に選択されやすいっていうのがあるので、なので続けておくと得ですよってと思います。ドラえもんとかジブリとかもそうですね。えー、中学2年生で、先日うちの学校の教師の写真を LINE などネットで広めてしまい、頭も悪いので僕は将来ちゃんと働けるか心配です。何かドラベルありませんかちなみに教師の写真は誰かが盗撮したものを僕は拡散しました。なんで教師の写真を広めると良くないのかっていうのと、その、 なんか、広めるとなんで働けないのかがちょっとわかんないんですよね。なんか、面白い写真を広めたんですかで、なんか、面白いものを広めて、ネットで話題になってよかったよねっていうのは、別にあの、ネット上みんなやってることなので、別に気にしなくていいんじゃないかなと思いますけど。ただ、その先生が出してもらいたくない写真を出したのであれば、それがその名誉毀損だったり、わいせつだったりに引っかかるかないので、その、 あの人に評価され、ネット上で評価されるようなことをやるっていうこと自体はいいんですけど、ただ他人に迷惑をかけないようにやろうねっていうところだと思います。なので働けるかどうかというよりは、あの、訴えられないためにどうすればいいかっていうところを先に考えた方がいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、僕は京極図大学、薬学部出身ですが、最近 SNS について悩むようになりました、えー。僕は東大生の友達を多く作りたいので、各 SNS やリアルタの生活では東大生や東大卒医学部ぐらいしか絡まないようにしてるんですが、最近エフラン大学出身や低学歴の人たちに SNS で目をつけるようなにひたすらボロックしたり逃げたりします。なぜ日本は高学歴の人たちに対する嫉妬が激しいんでしょうか日本の学歴社会が辛いです。 えっと、結局、その、高学歴の人に憧れるっていうので、その、慶応大学のアスペルグさんが東大の人に憧れて、一生懸命フォローしているっていうのがあるので、なので、その、憧れるっていうのと嫉妬するっていうのは同じ感情なので、なぜそうなるんでしょうかっていうのは、ご自身の胸に手を当てて考えてみればわかるんじゃないでしょうか。えー、地方公務員30歳女性の転職相談です。文系を理系、文系を理由に薬学部中退拓郎で、KKDR 入学スツレキャリ。出力あり KKDR って何だえー、勉学は好きですが、自分能力はボロボロのため転職したいと言いつつ何年経過。えー、マニュアル作成は好きですが、単純対入力作業は未創目。作業自体になぜと疑問を感じやすく手が遅く不適合を感じます。ムードベカーと言われリーダーに押されたり、物のように役職好きとなる話をされており、将来が不安です。ひろきさんみたいに言うので国問わず自由に働ける仕事に行われますが、もう遅いですかえっと、その中あの、入力作業がミスが多いとかって、ワーカーに向いてないんだと思うんですよね。 で、ムードメーカーと言われたりリーダーに押されてるってことは管理職向きなんだと思うんですよね。で、僕もあのワーカー向いてないんですよね。なんかその同じ作業をずっとやり続けるとか基本向いてないので、なのであのワーカーの能力がないんだったら管理職にさっさとなっちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけど。25歳同定コロンビアおじさんです。 今度、マッチングアプリで繋がった年上の女性とカフェに行くことになりました。同貞卒業したいと思ってるんですが、女の子とキスすらしたことがないほど恋愛経験が乏しいため、ラブホへの誘い方がうまくわかりません。え非同貞で喋りの上手いヘルキさんならどのような流れで思いされますかまた、初デートの時にこれだけ意識することありますかあるなの生徒です。<laughs> えっと、まず最初に、初デートでラブホに行けると思ってる時点で、もうちょっと漫画で読みすぎです。はい。 あの、初デートは、まず相手がどんな人なのかなっていう見極めるだけの状態まで、それ何か性的なことができる場所だと思わない方が良いと思います。はい。これが最初のアドバイスです。えー、33歳男です。不細クなことが辛いです。モテないの仕方ないと納得できるんですが、それ以外で雑に扱われる場面が多々あるのがどうしても納得できません。これがこの先50年くらい続くと思うと割としんどいです。今すぐ死ぬ以外に孤独死みから逃れる方法は何のではないかと感じます。楽になるヒントをいただけないでしょうか えっと、33ぐらいだとそろそろだと思うんですけど、あの、右例にして、清潔感があって、結婚してなくて、痩せてるだけでモテるようになるんですよ。あの、顔の造形って、割と年取っておっちゃんになると、結構どうでもよくなってて、あの、ハゲてなければですよ。で、割とそのイケメンな人ってどんどん結婚しちゃうので、そうすると、あの、痩せててまともな仕事をしているっていうだけで、あの、ランキング上がるんですよ。要はその、 あの、じゃあ、小学校の時の同級生40人で、そのなんか20人が男性で20人が女性だとしました。で、そのなんか20人の中で、じゃあ17位ぐらいだったとして、そのトップ1、2、3のモテる子たちっていうのはもうなんか高校とか大学とかでもう彼女ができて、で、社会人になったら結婚しますっていうので、まず社会人になった途端に20人のうち5人ぐらい結婚するんですよ。で、そうすると、あの15人になるので、自分の順位が 5, 5人分上がるんですよね。なので17位だった子が12位になるんですよ。 で、30、その、あの、社会人を3、5年ぐらいやっとくと、中継27歳とかになると、割とそれなりにこう、会社の中で管理職になったりとか、お金に余裕ができたりして、また結婚する人が出てくるんですよ。で、そこでまた5人ぐらい抜けますと。で、そこでもう10人減ってるので、そうすると、今度はもう、実はその、トップ10に入ってるんですよ。 トップ10といっては、ま、10人のうちの7番目なんですけど、とはいえトップ10に入ってるんですよ。なので、だいたいね、20後半までになると、実はトップ10に入っていて、で、30過ぎると、女性の方が、あの、結婚した意欲がめっちゃ強くなったりするんですよ。あ要はその子供を産みたいと思ってる人の場合って、35までには結婚して子供産まなきゃいけないよね、っていうのはその高齢出産になると、あの、何かと大変なので、っていうのがあったりするので、で、なので、ハゲてないとか、ちゃんと働いてるとか、で、それ、なんか、それな、そのなんか、 あのその清潔感のある服装をしてるとかっていうだけでそのトップ7だったのがトップ3ぐらいまで上がったりするんですよね要は他の人がハゲたりなんだったりでどんどん勝手に脱落していくのでなのでそのなんか顔の造形って実は男性が30過ぎるとそんなに重要ではないんですよなのであのまともな会社で働いてるブサイクとかも平気で結婚してたりするのであの死んだ魚をしてる性格の悪いデブなおっさんがなんか最近あの。 声優の人になんか好かれてるっていうのを聞いて僕はびっくりしたんですけど、まあそんな感じでブサイクでもなんとかなるらしいですよ。えー、初めてスパチャします。登録者60万人のバレエ YouTuber の山海と言います。りくさんバレエを見たことがありますかもしなかったらバレエをいつ見に行きますか えっと、もしなかったら多分一生見に行かないと思うんですよね。<laughs> 要はその、あの、45なんですけど、僕45までバレエを見なかったら多分もう一生見ないと思うんですよ。まあ、ところがどこか一応僕バレエは見たことあるんですけど、あの、オペラ座と清里と、あと東京でどっかで見た気がするな。っていうので3回ぐらいは見に行ってます。はい。こんな答えのために6000円払って大丈夫ですか えー、30代前半、総計卒大手金務に勤める独身男性です。20代の頃は恋人もいたのですが、ここに3年結婚と遠投くそろそろ結婚したいと思っています、えー。スペック的には結婚に困ることはないと高くていうのですが、内心男尊女卑の考え方が強いところがあり、夫を立ててほしいと思うしがあるところは友人からも指摘されます。こうした点は致命的な問題だと思いますが、また何が問題なのでしょうかえっと、相手の人が、その女性がどう考えるかで、 あの、その、九州出身の女性って、割と男尊女子が、男尊女卑が当たり前だと思っちゃってたりするんですよね。要はその、ある程度九州って、そのなんかあの、男性を立てる文化だよねっていうのは薄々あるんですけど、結構それがごの、寝みしみちゃってて、あの、完全にその平等であるというのはならないのが当然だよね、ぐらいに思ってたりするので、なのであの、九州の女性を積極的に探すといいんじゃないかなと思います。山川さんは割と有名な方だったみたいですね。すいません。 年収700万27歳男、貯金400万、職業、現場作業員、去年から法人を作って、無借金で小立ての賃貸経営をしています。年間売り上げ120万です。もっと物件を減らしていきたいんですが、人づてと現金が圧倒的に足りないので、知識を高める目的とお金を稼ぐ目的で、収益物件の不動産会社に営業職に転職しようと思っています。えー、ありでしょうか去年の宅球試験落ちました。あ、全然ありだと思います。結局、その、ある程度ちゃんと、あの、まあ、売り上げがその、あの、利益としての120万だとすると、 これ利益で120万ってことですよね、きっと。<laughs> あのなんかそのコストも含めて売り上げ120万だとマイナスになると思うんですけど、まあ、仮に利益で120万上がってるのであれば、あとはいかにいい物件を知るかっていうことだと思うんですよね。で、あの不動産職で働いてると、その不動産市場で一般の人たちがその目につく前に、なんかあの売り主さんとかっていうのと仲良くなって、あの物件とか売りたいっていう人にあの会えたりするので、なので不動産のスキルで食っていきたいのであれば、不動産屋に就職するのは全然ありだと思います。 例えその、あの、レインズ的なその不動産情報を登録する前に、そのあの、なんか、お金持ちとかこういうの売りたいんだよねとか、あとレインズでア乗ってるんだけど、その一般のなんかあの、あなんか、ヤフー不動産とかに乗る前に、その不動産業界だけで情報がで回ったりみたいなところで、あ、これお得だなっていうので自分で買っちゃうみたいなのができたりするので、なんでそこら辺のあの、情報の感度を高くするために不動産屋系に入っちゃうのは全然ありだと思います。 えー、毎晩広ゆきを聞きながら寝ています。海外在中です。海外で日本円稼ぐなら広ゆきさんなら何をされますか <laughs>、えー、日本円を稼ぐって結構難しいんですよね。僕、例えば今その6100円、あの、スパチャをされて喋ってるんですけど、えっ、ー、と、結果として Google に入ってドルで日本の会社に振り込まれるんですよね。 あの、一応 MCN でガゼット通信というところに所属してるんですけど、で、仮に僕そこに所属してなかったとしたら、多分あの、フランスの口座にユールドで振り込まれちゃうんですよね。あ、どドル直接かなとはいえあの、YouTube でやってる限り日本円で振り込まれることはないので、海外で日本円で稼ごうとすると、返還しちゃいけないですよね。そうすると日本人に対して何かを売るっていうことになるんですけど、 日本円で受け取るの難しいんですよね。あ、まあ、一応振り込めるのかなこっちの銀行口座って、そう、ドル建ての口座とかはあるんですけど、日本円建ての口座って聞いたことないんですよね。シンガポールとかだと、うん、その中、あの、マレーシアドルとかシンガポールとか、あの、アメリカドルとかユーロとかいろんな通貨で、あの、やり取いてるんですけど、で、日本の銀行もその日本円と、あの、米ドル通口座ってなると思うんですけど、ヨーロッパで日本円口座って聞いたことないんですよね。 ま、探せばあんのかもしれないですけど。なので、あの、海外で日本円で、こう、お金を受け取るって結構難易度高いと思うんですよね。その、まあ、例えばじゃあ、あの、ベイドル口座で現金でくださいって言えばヨーロッパとかって、あの、じゃあ、はい、100ドルねとか20ドルねって、あのドル、アメリカドルの現金でくれるんですけど、日本円口座で日本円の現金をもらうって聞いたことないんですよね。 多分その日本のその自体をヨーロッパとかアメリカの銀行って持ってないと思うのでなのでなんか日本円でなんか売り上げを立てるというのをやる必要ないんじゃないかなと思うんですけどはいここ1年です幼稚園の頃はうんこが1日30回ほど出てたのですが最近になって1日約2回たまりにない日もあるまでになってしまいましたまた最近母親が怒るようになり兄になぜだろうと尋ねていると後年期のせいだろうと言われましたすると母親から鬼のような行走で睨まれました僕はどうすればいいでしょうか えっと、兄に尋ねたところ、兄が更年期のせいだって言ったわけで、別にあなたが言ったわけではないので、多分母親が睨んでいたのはあなたではなく兄だと思います。なので、こう、兄に対して睨んでるっていうだけで別に自分ではないっていうところで、あの、その、火の子が来ないようにすればいいんじゃないかなと思いますけど。 サイスパです。すいません。新卒で4月から12月末まで金融機関で勤めてました。1月から中小メーカー経営に勤務します、えー。初日に初めて転勤とジョブレトゥーシオンがあることを知り、人事からのもらはら研修なしの実務で毎日涙が出て食欲がなくなっています、えー。自分が無能なのが悪いのは分かってて、使用期間3ヶ月に退職しようが悩んでいます。退職せずに2年ほど続けないと、次、次の正社員で転職は難しくなりますかえっと、多分、あの、それなりにでかい金融機関で働いたので、 大企業的なあの優しいその,あの会社が当たり前だと思っちゃったんだと思うんですけど残念ながら中小企業ってあの労働基準法とかどおりにちゃんとやったりしないんですよねなのでそのモラハラだったりとかサービス残業的なものが結構当たり前だったりするんですよ、うん、っていうのが多分分かってらっしゃらないと思うのであの元の会社に戻れるようにした方がいいんじゃないかなと思いますけど 多分他の中小企業に行っても似たような状況になってしまう可能性があるのでいや、その会社だけが特別なんじゃなくて、中小企業って基本的にそんなもんだよねっていうところに慣れた方がいいんじゃないかなと思います。なので他のところに行っても似たような厳しい状況になる可能性があるんじゃないかなと。はい。えっ、ー、と、先ほどコメントしたバレエ YouTuber の山海です。すみません。3回見に行かれたんですね。嬉しすぎて今、善裸になりました。はえー、僕はバレエを広めるを目的に YouTube をやってるんですが、バレエはどうでしたかそして日本でバレエを広めるのはどうしたらいいですか ええと、その、あの、日本のバレエを僕はそんなに見たいと思わなかったんですけど、なぜ見たいと思わなかったかっていうと、あの、よ、うんと、例えばじゃあ,あ、ミュージカルって日本でもやってる人っていっぱいいるんですけど、まあ劇団四季をトップにして、でも基本的にそのミュージカル見たいってなった人って、そのブロードウェイとか、まああの、ロンドンだったりとか、その本場で見たいみたいになるんですよね。 要はその、あの、ミュージカルとかバレエそのものに価値があるのではなく、そのミュージカルとかバレエとかを見に行っている自分たちが素敵っていう感覚が割とあると思うんですよ。なので、その、それ自体が面白い。要はバレエ自体が面白いというより、そのバレエという場に、そのなんかあの、じゃあそのなんかデートがてら行くということ自体に価値があるみたいなので、純粋にバレエそのものが面白いのかと思って見てる人って、そんなに多くないと思うんですよね。 なので、ほん、例えばその、えっ、ー、と、なんか演劇とかだと、なんかそれなりにそのなんか小劇場とかで学生とかがやってて、あ、面白いっていうので気楽にいけるんですけど、その気楽なバレエって存在しないんですよね。まあ探せばあんのかもしれないですけど、要はその気楽に見れる大学生同士が勝手にやってますバレエですっていうのがなぜ存在しないかというと、バレエ自体が面白いのではなく、その、なんかあの、国立劇場でやってるバレエだから見たいみたいな、あ、止まっちゃいました。お。止まっちゃいました。 てる理由はなんだろうこちらの配信はうまくいってるから YouTube 側の問題かな止まったよ。すいません。おお止まったまはい。あれなんだろう、ね、あ、はい、ってるかなあ、元に戻ったパイスなんだろうなんか、えっ、ー、と、うちの問題かなまた。<laughs> なんか、うちの問題っぽいなぁ。えっ、ー、と、 あの、最近、こう、温度が上がりすぎてしまう問題があって、きっと多分、ファンに誇りが詰まって、その PC のファンに誇りが詰まってるとか、多分そういうことだと思うんですけど、はい、すいません。ピントが合ってない。あれピント戻ってない大丈夫はい。というわけで、えっと、バレエの話に戻りますけど、なんで、その、あの、バレエ自体が気軽に楽しめるのであれば、例えばダンスとかってストリートダンスみたいなのがあって、あ、面白いっていうねで、なんか動画上げてみんなが見たりとかってあるじゃないですか。 で、その、まあ、例えばその芸人見習いみたいな人とかも、なんかあの、二人だけで動画撮って、なんか YouTube に上げて、あの、コントやって回す見みてくださいみたいなのがあるんですけど、バレエってそういうのがないんですよね。なので、実はバレエ自体に価値があると思ってる人はそんなにいなくて、その、バレエという,そう、国立劇場とか価値のあるところでお金を払って見に行くということ自体が、その、あの、バレエを見に行くという行為の楽しさで、バレエそのものに対して価値を感じている人が少ないということな気がするんですよ。 で、そのダンサーとしての能力値って、あのバレエダンサーってめちゃめちゃ能力値高いので、なのであえてそのストリートダンスとか、その一般の人が面白いと思ってるダンスをバレエダンサーの身体能力で表現して、あ、こんなに踊れる人がガチでやるバレエってどんなんだろうっていう方向に一回降りた方がいいんじゃないかなと思ったりしてます。はい。 えー、ベーシックインカムを導入すると日本も米国やカナダ並みに DIY により自分で安く家などを建てる人が増え、住宅ローン化への無駄に気づく人が多くなると思いますが、ひろきさんどう思われますかあ僕もそれ賛成です。多分地方とかであの安い一軒家で暮らすみたいなのが増えるんじゃないかなと思います。ひろきさんこんばんは。春から大学生になる予定の18歳男です。えー、正月の親戚の集まりで久しぶりにどこにあった時かに、 えー、いとこのことが好きになってしまいました。ひろゆきさん、いとこ婚についてどう思われますかまた仮にいとことして結婚するときに相手方の両親を説得するにはどう立ち止まればいいでしょうかちなみに大体5歳年上の経験をの店長で自分はこれからマーツン推薦で進学するものです。といとこだと三等、三新等より先なので、多分法律上は何の問題もないので、なので別にあの、 その、あの、とりあえず、その、説得をする必要はないんですけど、そもそも、うん、あの、結婚より前に、先に付き合ってください。なので、相手の両親をどうやって説得するかより前に、まず、どうやったら付き合えるかっていうところに頭を使って、付き合って、で、何年か付き合った上で結婚するかどうかっていう話になるので、あの、最初から、その、付き合ってもない相手に対して、両親をどうやって説得しようって考えてる時点で、ちょっとなんか、あの、無能っぷりが、あの、ちょっと滲み出てると思うので、なので、あの、まずは、 相手の人と付き合えるように、魅力的な男性になる方向にお金を使った方がいいんじゃないかなと思います。はい。えー、ひろきさんの記念記をさせてもらってます。質問ですが、ひろきさんのようにお金を使わないように頑張ってますが、妻に理解されないどころか使わないことを悪とされます。妻を理解させて2人で捨ててこう楽しみたいのだが、どうすれば分かってもらえる？息子、もう怒ってもらう必要ないんじゃないですか？別にそのじゃあ、あの唾そのじゃあ、例えばその可処分。所得的にお小遣いを。じゃあ妻が5万円。自分が5万円使えるとしたら、じゃあ自分は5万円をずっと貯め続けます。 で、妻は5万円使い続けてくださいっていうので、それでいいんじゃないですかえー、あと、なんかね、節約は別に楽しいものではないと思うんですよ。僕はあの別に好き好んで節約してるんですけど、別に節約それ自体が楽しいと思ってるわけではなくて、あの、支出をすることがそんなに好きではないっていう、そっち側のあの、あの要は、あのお金を払うのが嫌。要はその節約が楽しいからやってるのではなく、お金を払うのがマイナスである。 っていうその嫌なことをやりたくないっていそっち側なんですよね。その節約超嬉しい楽しいってやってるわけじゃないですか、はいえー。春から大学生になる予定の18歳あこれ読んでますねすみません、えー。上場という選択肢が選べる環境にいる場合上場をお勧めしますか。ひるくさんのもう上場のメリットとデメリットを教えてほしいです。えっ、ー、とまあ僕は上場はしたいとは思わないですね。ではその株主が増えて赤の他人にいろいろ文句を言われるようになるので。 あの、自分が経営者側であれば、別になんか上場して文句を言う相手を増やしたいとは思わないですね。で、仮にじゃあ伸びてる会社であれば、その上場してその株を誰かに配るよりも、自分がその株を持ち続けた方が結果として利益は増えるので、なので基本的にはその、上場して株を売るっていうのは、その会社にその先のなんか成長がねえなって思った時だと思うので、 なので、なんか、その一発当てたけど、これは長く続かないよねって、そういう事業をやってる時だったら、上場して逃げるかってなるんじゃないですかね、えー。地方で小さいリフォーム会社を経営しております。妻の友達で英語ペラペラの女性が3月より僕の会社に働いてくれることになりました。PC はまともにできないそうです。どのようにこの方を立ち回らせるのがいいでしょうか。メインの仕事内容は外装や内装の仕上げ業務は管理業務です。えっと、あの。 一応なんかその、あの、外国人の方の仕事を受けられるようにするっていうのが、あの、その、どれぐらいの地方かによるんですけど、例えば仙台とかだと、一応外国人の方もそれなりに住んでると思うんですよね。で、そのなんか、あの、仙台でじゃあリフォームしたいと思う外国人の方がいらっしゃるんだとしたら、あの、それなりにその、英語でホームページとか作ったりすると、あの、引っかかるのかもしれないですけど、ちょっとその、地方都市のその、規模によるんですよね。 そうなんかあの、群馬帝国の山奥みたいなところで、そのなんか英語でホームページとか作っても別にあの、あんま需要ないと思うので、なのでなんかそもそもその、あの、自分の会社にその英語のスキルが必要ないんだったら、雇う必要ないんじゃねって僕は思いますけどね。 えー、趣味を活かした副業をしたいと思い趣味の 3D プリンターで作ったものの販売をメルカリなどでしてましたが、ほとんど売れません。3D プリンターで儲けようとするの諦めた方がいいでしょうかまた 3D プリンターが諦めた場合、海外動画の切り抜きを副業にしようかと思いますが、動画編集を副業にするのももうやめた方がいいでしょうかえっと、まずやり方がちょっと間違ってる気がするんですけど、あの、好きなものを作っているのではなく、メルカリで 3D プリンターで売れているものがどんなものかを調べてください。 例えば、あの、なんか iPhone 用の、そのなんかあの、そのケースとかっていっぱい多くの人が作ってるし、市販でもいいものがあるので、あんまりそのメールカリでも売れないと思うんですよね。で、あの、ちょっとマニアックな端末のケースとかの方が売れると思うんですよ。 その、あの、なんか、あの、グーグルのピクセル4とか、ちょっと昔の機種で、もう最近そのケース探すの大変だよね、みたいなのののケースを、じゃあ 3D プリンターで売ってますとかあったら、だからそれなりに売れたりすると思うので、なので 3D プリンターで作ったものでメルカリで何が売れてるかっていうのを見て、で、それと似たようなものをちょっと安く作ってみてください。そうすると、あの、メルカリって同じような商品を安く売ってるんだったら安い方で買うよっていう人がいるので、なので何が売れてるかっていうのを見て、それに合わせて物を作るっていうの方向に、あの、作るものを変えた方がいいんじゃないかなと思います。 ます。自分が作りたいものを作る場所ではないと思います、えー、何をやっても仕事が続き,続きませんいい解決方法ないですか生活保護を取ればいいんじゃないですか えー、フランス卒の無能一年目社会人です。大手 IT 上場企業勤務以下の原因で適応障害となる給食中、えー。何か作業している時に他の指示をされること、日々生活していく中でお金を使わないのに毎日働くことに疑問。えー、今ゆる選択肢としては副職転職2位と公認会計士を目指す資格は t o e i c 700、募金2級、各個給食期間の2ヶ月ほどお使いしておく。えー、勉強の確かた方で公認会計士を目指したいと思っています。できればずっと家の中で好きな本や勉強、ゲームをし続けたいです。 公認会計士まで行くとハードル高いかもしれないので、税理士ぐらいの方が楽にできるんじゃないですかね。で、あの、在宅で税理士やってる人とかもいたりするので、要はその、あの税理士の事務所で、あの、一応就職はするんですけど、仕事自体はずっと家でリモートでやりますみたいな人もいたりするので、なので公認会計士よりは税理士の方が受かりやすいんじゃないかなっていうのと、あとリモートだけで仕事が、公認会計士でも一応あんのかな、リモートだけの仕事。 なので、あの、リモート前提で家で働くっていうので資格を取ればいいんじゃないかなと思います。えー、親愛なるひろゆきどもは神棚をどこに置いていますか置いてません。<laughs> えっと、フランス、パリで神棚売ってんのかな <laughs> えっと、まあ、売ってるんだとしても僕は買わないですね。なんか、あの、その神棚置いといて、壊れたら嫌じゃん。なんかその、まあ、所詮、ただのなんかあの小屋の、その木製の小屋の置物なんだけど、その子なんか木製の小屋の置物をなんかどっかにこう、なんかあのタンスの上とか置いといて、で、それがたまたまなんか落ちて壊れたりしたら、なんかすげえ神様に怒られそうな気がするじゃないですか。だからなんか、神棚を置いとくメリットってないと思うんですよね。 なんかあの、その毎日拝んで幸せになりたいですっていう人であれば、なんか神棚買うのもいいかもしれないですけど、僕別にあの、神棚なくても毎日幸せに暮らしてるので、別にそこでなんかその、要は自分が気にかけなきゃいけないものが増える方が嫌なんですよね。あと、あの、僕の宗教まだ決めてないので、あの、新教徒じゃないかもしれませんね。 え最新のニュースピックス動画に、洋一さんなんか溶けてきてるよっていうコメントが最多有名を獲得してる件。溶けていく落合先生はどうしたら好けるんでしょうかそれとも何かに進化している最中なんでしょうかいや、だから落合さん、本当死んじゃうよあの、あんまりだから忙しくさせない方がいいと思うんですよね。だからそのなんかあの、落合陽一さん睡眠時間めっちゃ短いのに、落合陽一さんショートスリーパーじゃないっていうのが、Twitter で見て僕びっくりしたんですよね。 なんかあの、今日は3時間睡眠、今日は4時間睡眠みたいな。で、前もたまたま朝方のミーティングをなんかズームで一緒にやった時も、なんかあの、すげえ眠そうな感じで早朝に出てきてて、だから、あ、だからショートスリーパーなんだと思ってたら、全然ショートスリーパーじゃなくて、単に忙しくて、睡眠時間が短いだけだったっていうことが分かって、だから本当にあの、周りの人は仕事を振らない方がいいんじゃないかなと思ってます。あれ、止まってる 僕の画面だと止まってないので、多分 YouTube 側で止まってる人と止まってない人に分かれてる感じな気がします。はい。僕のう側は今普通に回ってるので、ヨーロッパと日本で違うのかなえっ、ー、と、多分あの、このアーカイブに残すと普通に繋がってる感じだと思うので、そういえば加藤純一さん結婚式らしいですね。えー、みなし残業って何であると思いますかあることのメリットの方が少ないと思うのですが、 と、あの、ある程度、その、どれぐらい勤務に時間がかかるのか分からないという仕事を頼むときに、まあその残業するときもあるし、しないときもあるから、まあ200時間ぐらいの残業っていうのをするという前提、200時間多いな。その、80時間ぐらいの残業をするという前提で、ちょっと高めに給料払うと。で、その代わりその残業するかしないかっていうのは、まあ実績で決めるので、なのでそこら辺はご自分で管理してくださいっていう仕組みなんです。 別に僕はそんなにデメリットがあるかなとは思わないんですけど、結局それってその、あの、嫌です。私は全部残業申請しますって言えば、あの、一応通るんですよ。労働基準法的に。まあ、あの、なんか、同調圧力的なやつで通らない可能性はあるんですけど、なので、あの、基本的にはその、みなし残業で良いよっていうのが、労働者側も言ってることなので、なので、それが労働者側が OK だったら別にいいんじゃないかなと思いますけど。ただ、まあ、あの、なんかその、あの、牛丼チェーンみたいな、 なんかあの、選択肢がない状態で働くんだったらみなし残業込みでめっちゃ残業してね、みたいになっちゃうとどうかと思うので、そこら辺はあの、労組と一緒に戦った方がいいんじゃないかなと思います。あの、コメントに労働者にメリットなしって書いてありますけど、あの、優秀な人だと残業全くしない状態でみなし残業代の給料もらえちゃったりするので、ね。で、今時あの、リモートが増えてきてるので、なんか家で働いてる体にして、 なんか、みなし残業代もらうみたいなのできるんじゃないかなと思います。えー、飲みの席での雑談が苦手な大学生です。ノリが悪いとよく言います。理由を考えた結果、世の中の面白い話題のトレンドが人をバカにするようなことなのではないかと気づき、私はそういったことを話すのがとても嫌いであることが分かりました。バラエティ番組を見てもそういった傾向が強いように思います。しかし、これから社会に出るにあったり、雑談力は一定必要なのではないかと考えており、自分もトレンドに染まるべきか、葛藤します。ご意見いただきたいです。 えっと、あの、自分を落として笑いを取るっていうのをやると、誰も傷つけないでできるので、なので、あの、僕の知り合いの死んで魚の虫ろレベで性格の悪いおっちゃんが、ひたすらあの、自分を話題の中心にしたいために自分のネタで笑いを取ろうとするんですよね。んで、あの、みんな弾いてるっていうのがよくあるんですけど、そんな感じであの、自分を話題、その、笑いのネタにするっていう。おとた乙武さんの、あの、性的ネタとかもそんな感じで、あれ、自分から言ったことそんななかったっけあるよね、あるよね。 っていう感じで、あの、自分をネタにして笑いを取るといいんじゃないかなと思います。あの、日経テレ東大学っていうところで、あの、そのイエール大学の成田准教授と、あの、僕と、あの、乙武さんとパンダが喋るっていう動画が上がってるんですけど、まあ、相変わらずその乙武さんって、あの、何を言っても面白く返してくれるので、あの、やっぱ優秀な人だなと思ってましたけど、興味がある人は動画見てみてください。 えっと、バイトが嫌すぎて、来、えー、去年から個人事業のを始めた大学生です。初年の人力が約800万ほどの見込みです。<laughs> すげえ優秀じゃないですか、えー。いきなりここまでうまくいくとは思わなかったので、ずっと会社員するよりも行くか一人でやってこうが向いてるんじゃないかという気がします。向いてると思います。えー、なるかどうかともかく経営者独立企業に向いてるのはどんな人ですか、えー、向いてるというより、あの、会社員ができない人の方が、結果として経営者に向いてる気がするんですよね。 要はその、あの、会社員って、あの、言われたことさえやってれば給料がもらえるので、あの、不安を感じることがないんですよ。あの、経営者とかってやってると、要はその、まあ、多分800万円っていうのを、じゃあその大きなクライアントがいたとして、その、じゃあ800万円分の仕事をくれてましたと。で、そこが突然、もううちちょっと厳しいからこの件は切るわって言われちゃうと、いきなりこう、来月から給料ないです。家賃どうやって払おうみたいな、不安な状態になっちゃうんですよ。 で、その不安な状態全然 OK ですなぜなら俺会社員超嫌いだからっていうのであれば、あの、何の問題もなく、じゃあ一生懸命仕事を増やそうってなるんですけど、割と会社員できる人だったら、その不安を感じるぐらいだったら会社員の方が安全だよねっていうふうになって、会社員に逃げちゃうんですよ。なので、あの、会社員に向いてない人の方が結果として経営者として伸びる率が高いんじゃないかなと思うんですよね。いやその、やっぱある程度成功してる経営者の人って、あの、癖が強い人が多いんですよ。 ま、いい意味でいいいいこと、いい意味で言うと癖が強い。悪い意味で言うと頭がおかしい人。なので、あの、この人絶対会社員無理だわっていうタイプの経営者の方がやっぱりうまく仕事を回してたりするんですよね。で、その要はあの、会社員スキルがある人の方が経営者うまくできるよねって言いがちな会社員の人がいるんですけども、あの、会社員スキルが必要だったら、会社員を雇えばいいんですよ、経営者は。 例えば、その、なんかじゃあ、あの、経理とか事務とか苦手な経営者って、別には、あの、経理とか事務とか経営者ができた方がいいんですけど、できなくても何の問題もなくて、それは経理を雇えばいいんですよ。なので、会社員ができないことをやるっていう能力を持ってる経営者だと、あとは会社員を雇えばいいだけなので、割と会社としてうまくいくんですけど、会社員の能力しか持ってない人だと、別に要はその、特殊な能力とか特殊なセンスがないので、その、要は他の会社と戦っても勝てないんですよね。 なのであの、会社員ができないぐらい尖ってる人の方がうまくいく場合もあるんですけど、ただ尖ってるだけで無能っていう人もいるので、そこら辺気をつけてください。えー、23歳男です。うつで専門を中退して会社を転々としてきました。現在は地方でアルバイトで警備員をしています。親が近々離婚することになり、1人暮らしをしないといけない状況になりました。月の手だらが13万であまり良くないので転職しようと思ってます。自動車の会社のチームで給与19万円の求人に応募して面接が決まりました。 えー、現在の状況で転職するのは正しいと思いますかちなみに高校でオフィス関係の資格と P 検定12級、簿記3級を持っています。<laughs> えっと、今のところ履歴的には警備員のアルバイトが履歴書になっていると思うので、 なので、あの、普通にその会社事務っていうのを履歴書に作っとくと、あの、普通にデスクワークができる人なんだなっていう形で履歴書を読んでもらえるので、なので、あの、履歴書を盛るという意味でも、一回会社員で事務っていうのに行った方が、あの、転職はしやすいんじゃないかなと思います。要はその、あの、アルバイトだったり、警備員だったりの仕事しかしてない人だと、そのデスクワークやりたいですって言っても、いや、この人できないんじゃないのって思われちゃうんですよ。なので、履歴書を盛る意味でも、一回そっち側に行った方がいいんじゃないかなと思います。 以前質問した大卒29歳の営業課長です。去年の年収は360万円でしたが、自分が無能だとコメント欄で言われたセリ仕事を頑張った結果、1年で年収が500万まで上がりました。お、すごいですね。ていうか、140万も年収上げてくれる会社がすごいですね。 えただ、えー、大企業コンプレックスを捨てきれていないので、まだ転職は検討しております。えー、年収を取るか、大企業の安定を取るか悩んでおり、意思決定のための決め手がありません。ご意見ください。スキルは30名チームのマネジメント、ノルマ達成実施、新規事業立ち上げ、エクセルです。えっと、あの、大企業に転職活動してみてください。で、年収500万で、あの、それなりの管理職であれば、多分ヘッドハンター経由でいけると思うので、その、あの、転職サイトとかで、あのヘッドハンター系の転職サイトとかに、こういう業務で大企業行きたいですって言って、で、あの、オファーが来るかどうかっていうの 確認してみて、みもしその500枚以上のファガンだったら乗っかるっていうのでいいんじゃないでしょうか。 えー、ここ1年で留年、2年生に上がって退学になったものです。なんとなく警備業に入ったところ、自分に合っており26歳で起業、現在11年目です。5年間自分が食える程度に働きましたが、欲が出て人を増やし、今期は売り上げ1億まで来ることができました。社長として年収600万、優秀な事業員のおかげであることは理解してつもりなので、恩返しのために、そして給与を上げて逃がさないために、さらに欲を出したいです。そこで質問なんですが、別業種への転換、海外への転換、新たな警備業務の開発、どこに一緒を投入すべきでしょうか。フランスの警備事情も含めてヒントをいただければと思います。 えっと、まず、外国に行くのは無理だと思ってください <laughs>。あの、基本的には、その、あの、国ごとに、その、警備って法律も違うんですよ。 で、こっちだと、あの、銃を持ってる犯罪者に対して逮捕し対処しなきゃいけないよねっていうのがあるので、その、あの、元警察官だったり、そのジャンダルメって言われる軍警察みたいな人だったりとかっていう、その、ある程度その、あの、そういうその、銃を扱って悪者と戦いますっていうのとかだったり、軍隊出身だったりっていう人が割と警備業に就くことが多いんですけど、まあ、日本でもたまにその自衛隊出身の人いますけど、基本的にはその日本の警備業って、 あの、ガチで争いになることってないじゃないですか。せずい酔っ払い相手ぐらいで。なので、あの、外国に行くっていうのは、その根本的にちょっと、あの、その、なんかセキュリティに関する考え方が違ったりするので、なので日本国内でやった方がいいと思うんですけど、で、その、要はあの、体力自慢な人たちがいっぱいいますっていうタイプの警備業なのか、あとはその、えっ、ー、と、おじいちゃんいっぱい雇ってますっていうタイプの警備業もあるんですよ。要はその、警備の仕事って、 あの、やんちゃな人が来たときに、若いやつをぶつけてトラブルになるより、おじいちゃんを配置して、おじいちゃんがやんちゃなやつに殴られて警察に通報するっていう方が、実は、あの、うまく処理できるんですよね。いや、その、あの、若い警備員と、じゃあ酔っ払いがなんか殴り合いをしちゃいましたってなると、喧嘩両成敗ってなっちゃうし、で、その相手のその、じゃあ酔っ払いに訴えられる可能性もあるんですよ。 でもなんか、おじいちゃんが殴られましたっていうと、もう警察が出て酔っ払い逮捕してくれて、終わりっていう風になるので、実は弱い人を警備に置いといた方が、リスクが少なくてコスパがいいよねっていうのが日本の仕組みだったりするので、なんでそのおじいちゃんいっぱい系の警備業なのか、それ割とあの、若くてやんちやってますとか、クラブの警備やってますみたいなタイプの、そのあの、警備業なのかっていうので違うので、なのでその自分の持ってるスタッフっていうのがどういう能力なのかによって、広げる方向性は変わるんじゃないかなと思います。 まあでもコロナ禍もあるので、割とその、あのコロナでそのイベント業とかもなんかごっそり人いないですみたいなのあったりするので、なのであの電話くれたら20人ぐらいすぐに呼べますよみたいな、そのすげえ人数をいつでも派遣できますみたいな形で、その B2B で他の警備会社とかイベント会社とかにあのオファーをするっていうのはありなんじゃないかなと思います。要はそのクラスター発生とかしちゃうとその会社のスタッフごっそり使えなくなったりするんですよね。っていうのが最近ちょこちょこあると思うので、 なので、あの、いつでも人数動かせますよっていうのが逆にうまくいくんじゃないかなと思います。えっと。 40代中小企業会社員です。うちの会社はすぐにレッテルを貼る風習があります。ミスが続いたりすると早めにそういう人をレッテルが貼られます。そうなると何をしても否定的に捉えられたり、やる前から門前払いされたりの日々です。レッテルを貼られた際の対応策や挽回策等があればご教授お願いします。えっと、あの、多分その業種で個人が一生懸命頑張った結果、成果を出すというのはあまりできないタイプの業種な気がするんですよね。 そのレッテルが荒られたとしても、なんか、すげえ売り上げ立てましたってなると、別に、あの、すごいじゃんって話で終わりなんですよ。ただ、多分、あの、一人で売り上げを立てるタイプじゃなくて、チーム戦だったりとか、ルート営業とかっていうタイプの会社だと思うので、そういう場合って、あの、いかに足を引っ張るかっていうのになっちゃったと思うんですよね。要は、その、あの、三席みたいなところの場合とか。なので、あの、その成果を上げて評価してもらいたいっていうのであれば、その会社にはいない方がうまくいくんじゃないかなと思いますけど。 え、水曜どうでそう、水曜どうでそう TV の切り抜きチャンネルを運営しているヒゲマジンの部屋です。最近 YouTube のメイン動画やるし、YouTube ショートで TikTok でも流してる、ざっくりした短いやつを流してるんですが、そっちの方が回ります。この流れでショート動画をぶち込んでいけばいいのでしょうかね。えっと、あの、ショート動画の再生数は回るんですけど、ちゃんとあの、売上の金額見てください。動画1個あたりの。あの、ショートって再生数めちゃめちゃ回るんですけど、あの、広告がほぼ入らないので、再生数の割に、その、売上としてはそんなになかったりするんですよ。 その、僕、今このベラベラ喋ってるやつ、もう1時間、例えば45分ぐらいなんですけど、で、まあ、例えば45分の動画を上げると、そこであの、広告が8個ぐらい入ったりするんですよ。で、そうするとその広告8個分の収入が入るんですけど、YouTube ショートって、そうだから20秒とか15秒とかあったりするので、広告最初と最後に出るか出ないかぐらいだったりするので、そうするとあの、1個あたりにその広告の量が少ないので、売上げの額も減っちゃうんですよね。 なんか再生数だけはぐるぐる回るんで、なんかうまくいってるような感じになっちゃうんですけど、なので、その再生数を稼ぎたいのか、お金を稼ぎたいのかっていうところを、あの、焦点を決めた方がいいんじゃないかなと思います。止まった。えっとね、僕の側止まってないんですよ。と思ったら、あの、僕の動きが止まってるってことね。カメラの方の問題ね。ちょっと待ってくださいね。これでいけるかななんか、最近、その、ケーブルの接触が悪くて、はい。すいません。 えっと、あー、あー、あ、あ,あ、えー、っと、先ほどと全ナバレーユーチューバー山海です。ファッションとしてのバレー勉強になる嬉しいです。えー、スーツ着ました。<laughs> さっきゼンナでしたからね。えー、話は変わりましたが、僕はバレーユーチューバーと言いつつ、外国人彼中とカップル系の動画を話しています。カップルチャンネルどう思いますかそしてひろゆきさんは彼女というか妻というか,いうかサイクルというか奥さんとカップルチャンネルにいてやるんですかやりません。はい。えー、っと、カップルユーチューバーは成功率高いっぽいんですよね。なんかそのカップル ユーチューバーをやってる人がそんなに多くないのと、あとカップル YouTuber のなんかあの、その動画の再生率が結構高いっぽいので、なのであのカップル YouTube で食うっていうのは全然いけるとは思うんですけど、あの、別れる時が結構大変らしいんですよね。要はその、あの、その生活上のカップルの問題っていうのと、カップル YouTuber としてそれで生計を立ててるってなると、プライベートと仕事が両方のパートナーになってしまうので、 その揉めるとでも金はないから仕事としてやらなきゃいけないよねとか別れる時にじゃあそのカップルチャンネルの権利とか売り上げをどう分けるかみたいなことになって結構あの揉め事の規模が大きくなるっぽいんですよなのであのもう結婚を前提にしてるぐらいの方が安全なんじゃないかなと思いますけどはい、まあでも,でも結婚 離婚してて、カップル YouTube やって離婚したって話は、まだそんなに聞いたことはないかな。まあ、そのうち出てくると思いますけど。えー、3歳、1歳の子持ち30代女。夫が蜘蛛赤出血の後遺症で、高次脳機能障害です。夫は共感性ほぼなしえー、液土性っていうのかな。起こりやすく感情のコントロールが難しい。えー、子供が泣いても癒さないし、自分の思う通りにならないと子供に対してもすぐ怒ります。えー、治らない障害なので受け入れなくてはと思いますが、 私も夫に腹が立ってしまい、家庭内が出しています。このような障害持つ夫と一緒に今、子育てをして方うがあるでしょうかえっと、あの、もう、その夫が治るとか、その夫がその子供をあやすことが可能だというふうに思わない方がいいと思うんですよね。もう、あの、そういう生き物ですよっていうので、最初から頼らないで暮らすっていう方向で、その、何かやってくれるだろうと思うけど、やってくれないから腹が立つとか、っていうのがあって、で、その、なんか、 もともと怒りやすくなっちゃってるので、その旦那さんとしてもちょっとしたことでやっぱり怒っちゃうので、その子供ともガチで喧嘩するみたいな、多分なっちゃうと思うんですよ。なので、あのそこはそのパートナーであって、自分の生活を手助けしてくれる人であるという認識はしない方が、むしろ気が楽なんじゃないかなと思うんですけど、なので、あの障害者年金もらってでその、それなりに障害者年金のお金が入ってくるから、まあ、まあ、いいやっていう感じで、うちの小土ぐらいのポジションで見ればいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、生脱ぎ下着紹介チャンネルという YouTube チャンネルやっています。あのまあエロ系ですでに登録者数が少ないっていうので,で仮に登録者数多くなったとしてもあのエロ系って YouTube すぐバンされるんですよね。なのであのもう向いてないので他の方向に行った方がいいんじゃないかなと思います。 えー、ハススパチャです。29歳独身公務員で、料費が安いので、未だに社員寮に住んでましたが、そろそろ一人暮らしをしようと思い、仏教を探してるんですが、赤羽根以外でいい場所から教えていただきたいです、えー。田舎出身で一人暮らししたことないので、どの仏教を見ても高く感じます。仕事だから制服とか荷物が多いので、1K だと厳しそうなので、なおさら高くなりそうです。やはり足立区葛飾区でしょうか。現在は品川区に住んでいます。えっと、会社の近くに住んでください。 あの、家賃がどうこうって言っても、その、移動する時間、例えばその、なんか会社から、その、家まで、あの、片道時間だとすると、その、1日2時間移動に人生を使うわけですよ。で、まあ、8時間ぐらい勤務しますとか、じゃあ6時間ぐらい寝ますとか、で、そこでじゃあ14時間ぐらい使って、で、その後になんかあの、飯食ったりとか、風呂入ったりとか、まあ、いろいろやることがあったりするので、なので、その、あの、大体社会人の自由な時間って、1日4時間もあればいい方だと思うんですよね、日本の場合。 で、ところが、ここそこは通勤で時間が取られると、さらにその自由な時間が失われてしまうので、なので通勤時間をなるべく減らすっていう風にした方がいいんじゃないかなと思います。 えー、教育実習で担当した女児に行為を持ち6年が経ちました。その女児は中3です。一昨年までは女児の地域にや学校の行事に参加し、実習終了後も元実習校で3年間勉強させていただきました。しかし最近コロナ禍でコンタクトが取れません。ひろきさんのこのやらせない思い、どのように注意されますかお教の方でよろしくお願いします。えっと、あのその、えっと、今6年経ったってことは、えー、高3だから大学3年 でその大学3年でその連絡が取れてるのであれば別にいいんですけど、その直接連絡を取っている感じではないってことなのかな、もう。なので、したらもうすでに振られたということだと思います。残念ですけど、そんなもんです。はい 例えばその教育実習がどうこうとか関係なく、あの、付き合ってたら人は振られて別れることはあるよねって話だと思うんですよ。なので、あの、コンタクト取る、その、教育実習がどうたらっていうのは前置きになるんですけど、そこはどうでもよくて、単に年下の女の子と付き合おうとして、まあ、き合ってはないんだけど、仲良くなりたいと思ったら、仲良くなれませんでしたっていうだけで、なので、まあ、しょうがないよねって話だと思います。なので、あの、魅力的な男性になれるように頑張ってください。まあ、金で買うっていう手もありますけどね。 会ってくれたら1万円あげるよとか。えー、柴犬と人間の音楽によって言いますがユニットをやってますが、なかなか芽が出ません。えー、誰もしてないことをやろうと思い、柴犬との音楽活動を始めました。犬のあるあるを中心に7本のミュージックビデオがあり、グッズ販売、TikTok で歌ってみたと始めてますが、認知度が上がりません。ライブ活動も考えましたら、表体交換を考えると宣伝歌が多くあるのではないかと思ってます。えー、今度。 今後 YouTube 選定やインフルエンサーの方々に依頼をする予定ですが、他にどのようなことをすれば認知度アップになると思いますか無理じゃないですかね。あの、そもそもそれなりにうまく回ってるものを、その宣伝活動して広げるっていうのはあれなんですけど、多分もうそんなに面白くないんだと思うんですよね。その音楽ユニットって言ってますけど、多分芝犬の方はその楽器弾いたり歌ったりしてないんだと思うんですよ。なので単にあの犬の動画であなたが歌ってますみたいな動画のチャンネルだと思うんですよね。想像されてますけど。 なので、その、自分は、その犬との音楽ユニットって珍しいから面白いんじゃねって思ってやってらっしゃると思うんですけど、その、キャスクソンさんは。ただ、あの、単にそのなんか犬の動画を使って、あの、音楽系 YouTuber をやってますってだけなので、目新しさがあんまりないというオチなんじゃないかなと思います。えー、下からも見れます。見てね、見てね、おう。お えー、発達障害持ち、学習障害などもあり、興味のあるもの以外、全く頭に入らず、社会で生きていけない自分で過ごしています。セルフネグレクト状態で、うつやパーソナリティ障害や、幼少期の虐待経験や、精神疾患だけでなく、身体障害もあり、家で座ってできる仕事と制限され、せっかくできた彼女にも家を出ていかれ、友達とのコミュニケーション能力もないため、うまくいかず、人から嫌われることが似合なたように、とにかくぎりの涙で負の連ーで死んでしまいと考えています。ル、えークさん、何かアドバイスいただきたいです。別になんか、家で楽しくネットゲームとかすればいいんじゃないですか なんかあのリアルで人に会おうとか働こうとか思わなくていいんじゃないですかね、まあ、いろんなその障害があるのであればあの障害者年金でなんとか食っていくとか生活保護で食っていくってことができると思うのでなので家でゴロゴロしながらネットゲーとかで友達作ってるんじゃないですか。 えー、現代はスマホ一つで PayPay ペイペイ支払い、Uber で宅配、Amazon 即配等、かなりのことができますが、この AI 化による便益を考えると、サービスそのもののクオリティの上昇もありますが、人の非常に貴重な時間を ICT により非常に節約する側面がかなり強いと感じます。今後の信用においては、現存するものをクオリティを上げるか、ソフト開発に R&D 投資をして、余暇時間を増加させる、生活に投資させるのか、どちらが成長率的に良いでしょうか。えっ、ー、と、余暇時間を増やしたいと人は思ってないと思うんですよね。 要はその余暇時間を増やしたいのではなく、その余暇時間を効率的に使いたいために、ウーバーだったり、アマゾンだったりを使ってるんですよね。で、余暇時間を増やしたいのであれば、働かなければいいだけなんですよ。でも、あの、日本の多くの人って、あの、働かないと不安になるんですよね。例えばじゃあその、あの、なんか、えっ、ー、と、それなりにじゃあそのなんか3000万円ぐらい貯金がありますと。 で、あの、なんか、えっ、ー、と、利回りが、じゃあ、その、なんか、えっ、ー、と5、5%ぐらいで何とか回ってますってなると、年間に150万円入るんですよ。で、そうすると、あの、なんか、家賃3万円とか4万円とかの地方で暮らしておくと、150万とか、あと、6万円ぐらいで月暮らせばいいだけなので、そうすると結構暮らせるよねってなるんですけど、ほとんどの人ってそれやらないんですよね。なんか、あの、怖いからちゃんと働いて、毎月毎月給料もらわなきゃみたいな。 で、日本の場合って別にあの、働けなかったら生活保護もらえますっていうコースもあるので、そうすると別にあの、食いっぱがれること一切ないんですよ。でもそれやらないんですよね。なので、あの、余暇時間を増やしたいと思ってる人ってあんまりいなくて、その、あの、働いてお金が欲しいですと。で、その少ない余暇時間をいかに効率的にやるために、今日はじゃあ料理とかしないで、なんかあの、ウーバーイーツでもの頼んで食うみたいな。 っていうのがあるので、その本来余暇時間を増やすのであれば働かない一択なんですけど、働きたいっていうのが日本人にはあるんじゃないかなと思います。 えー、転職の相談です。4月に公務員から転職しました。条件はいいのですが、人間関係などから辞めたいです。辞めるまで住んでいった島に戻りたいと思っています。仕事がないので、転職に戻るか、企業がした代行業務など起用するかは似た択だと思っています。今なら創業などを独占できる事業が結構あるので、将来的にそれらの資格を取得しようと思っています。31歳、貯金100万独身ですが、退職しない方が良いと思いますか企業の方が良い場合、アドバイスをください。 えっと、その、葬儀屋が独占できるのであれば、島の人口を考えて、大体その、なんか、何人ぐらい年間に死ぬかなって計算すればわかるので、ま、もしくはその、役所とかに行って、毎年その人口の増減見れば、ま、あの、30人ぐらい死ぬんだったら、月に3人死ぬから、じゃあ、あの、1人当たり10万円ずつもらえると30万円の売り上げだから、ま、あの、利益率50%だったら15%だから、ま、暮らせよね、みたいな、っていう計算ができるんだったら、今すぐ葬儀屋になっちゃってもいいんじゃないかなと思います。 ASD の19歳です。自分はスーパーで開店前の品出しのバイトをしているが、先輩との人間関係で悩んでいる。具体的には品出しで空になった段ボールをまとめずに放置していたことに対して、先輩が腹を立てて怒鳴りながらその空棒を受け飛ばしたでした、えー。その先輩たち週3日1日3時間が自分は怒鳴られるのが苦手でバイトがない時間でも、明日はあの先輩と働がかなければならないのかなどと考えが不安になる。そこで従業員と接点の少ない他のバイトを教えていただきたい。 えっとですね、あの、基本的にはスキルがなくて若いと、あの、体力自慢な人たちが働いている職場ぐらいしか務められません。 要はそのデスクワーク頼めないだとすると、あの現場仕事になるじゃないですか。で、あの先輩っていう人って多分その現場仕事を3年4年とかやってる人だと思うんですよね。で、あの、それなりに知能が高い人とかであれば、デスクワーク側と行った方がいいと思うんですけど、そのスーパーのアルバイトみたいなことを何年もずっとやり続けちゃうタイプの人であれば、その理性がそんなに強い可能性は低いんですよね。 要はその、あの、スーパーの正社員とかであればいいんですけど、そのなんかあの、バイトリーダーみたいな人を、そのなんか20過ぎてずっとやってる人って、やっぱり何らかしらのその、能力値に欠けてる人が多いと思うんですよ。まあそうじゃなかったら普通に正社員になってると思うし、そもそも要はその、段ボールを蹴って、あの、バイトさんに嫌な思いをさせるっていうのってマイナスなんですよ。 今時、あの、その若い人の肉体労働をやる人って結構少ないので、なので、あの、コンビニとかって、あの、結構人手足りないよねって言ったりするんですけど、でもなんかその段ボール蹴る必要ないのに段ボールを蹴っちゃうような人がずっと居続けてしまうということであれば、多分そんな人がでも働かないとやってけないような状態だと思うので、なので早めにその体力仕事ではなく頭を使ったりデスクワークの仕事に移るようにした方がいいと思うので、武器の勉強とかしてみてください。 えー、初めての質問失礼します。現在中学3年の受験生です。勉強はそれなりにして偏差値65割。この前に一生三3級を取って、現在2級の勉強してます。えー、人生経験的にこの前役に立つ過去を取って安定したところに就職するのがいいと思ってるんですが、早く社会からリタイアをしたいため、なるべく,くお金を貯めたいと思ってます。過去5000万から8000万くらいあればいいかなと思ってます。何かいい方法があれば、教授したいのでしょうかえっ、ー、と、中3の時点でもう簿記、えー、3級を取ってて、偏差値65割のであれば、簿記よりも多分、あの、いい大学に入る勉強した方が あの効率いいいと思いますであのそれなりに有名な大学とか入ってあのそれなりにいい企業に入るとあのその簿記資格を使うよりももっといい給料がもらえたりするのであのいい大学に入るための受験勉強をした方がいいんじゃないかなと思います。でまあちょっと中3だと遅いかもしれないですけどそのあの大学の系列に入れるような慶応とかみたいなところとかあの早稲田とかのところに入れると割とそのままあの有名大学の。 卒業資格も延退も同然になったりするので。なので、あの、受験勉強頑張る方がいいんじゃないかなと思いますけども。えっ、ー、と、水曜どうでしょうね。忘れましたね。すみません。 一応 HTML、CSS、JavaScript でのコーディングはできます。ポートフォリオを失礼します。これは2日かからないくらいで作ったのですが、結局のところこの速度だと仕事ができないと言われ、さらに絶望しています。サーバーサイドは Python で Web スクリーピングができるくらいです。全く混合性違いますが、一番得意なのは OKOMIX、OK、です。こちらも仕事がないため、月に10万稼ぐのが限界です。何か成果を残して彼女とまた住めるようになりませんでしょうかえっと、これ何かの質問の2個目なのかな <laughs> すみません。あの、これ、順番ぐちゃぐちゃなので、いきなりこう、なんか、あの、続編を言われても、前の質問が何なのかわかんないんですけど、で、ただ、えっと、それだけで食えるかっていうと、厳しいと思うんですよね。で、えっと、ただ、あの、10万稼ぐの限界っていうのは、フリーランス的にやってるのかもしれないですけども、普通に、あの、東京とか大阪とかで、あの、ウェブ会社に就職すれば、 あの、ま、その HTML 多少できますって全然就職できるので、なんでそれで給料をもらえばいいんじゃないでしょうか。ちょっと前の質問がわかんないので、あの、ずれてたらすいません。えー、昨年教員をやっていた父がめでたく退職したのですが、退職してから毎晩ミトコーモンの再放送を見ています。僕としては廊下が謝りそうな気がするので、毎晩ミトコーモン見るのはやめてほしいのですが、どう父を説得すればいいんでしょうか。えっと、ミトコーモンを見る代わりに何をしてほしいのかちゃんと伝えてください。あの、やることなくて暇なんだと思うんですよね。 なので、あの、それより面白いことっていうのが教えてられたらやってくれるかもしれないので、なので、なんかペットを飼うとか結構良かったりするらしいですよ。要は、あの、犬飼ったりすると、あの、毎日散歩に行かなきゃいけないので、で、その散歩に朝、なんか夕方行くっていう、それ一応生活パターンで、で、それも一応、あの、運動もしなきゃいけないんで、散歩っていう形で。なので、あの、高齢品の暇な人は小型犬とかを飼うといいというのを着ますけど、はい。なので、あの、役所とかに行って、保護犬を探してみるといいんじゃないでしょうか。 え19歳男工業高校卒手取り18万財閥系科学工場就職今日寝坊していいわけにバッテリーが上がってジャフを読んだがヒューズの線も切れて交換するのに時間がか,かると言い,い偽の見積もり書を作り先輩に送った、えー、8回目の寝坊で嘘なのは確実にバレてると思う、えー、遅刻や学生の時に治らないし会社勤めは向いてないのではと思い始めた冷ややかな目で見られるのが嫌なので職場には行きたくないが給料は良いと え、仕事荒くでできればやめたくない。学生時代物販で月10万稼いだので、個人で稼げるないらそれでもいいと思ってる。会社辞めてもいいと思いますかえっと、その学生時代の物販と同じことやって、で、それで、あの、また10万稼げるんだったら、もうそっちに注力しちゃった方がいと思います。あの、今のところまだ給料もらえてる段階なので、なので、あの、副業っていう形である程度やってみて、また同じようにお金が稼げるのかどうか確認した方がいいんじゃないかなと。 えっと消えてしまったので、金額かりで再投稿します、スイスのチューリッヒが平均年収220、22万ドルって海外サイトに載ってましたが、本当ですか、実際どうか分からないのでフランス在住のヘルクさんに聞いてみました、えっと、チューリッヒだとあの、バーガーキングの時給が確か2500円、2700円かあの、最低時給が確か2200円とかなんですよね。 なので、あのそれなりにはそのあの、まあ、あのチューリヒっていう、それの有名な生命保険会社で、でそこのヘッドコーターであれば、それあの2000万円ぐらい年収いくのは普通なのかなと思いますけど、じゃあ、ファーストフードの人ですら、時給が2500円とかもらえるので、そうすると日本で年収1000万の感覚の仕事が、スイスだと時給あのその年収2000万とかっていう倍になるっていうだけなので、なので、別になんか、そんなに驚くことじゃないんじゃないかなと思います。 え、山海さん、えー、バレーを広める、バレーを広める、バレーを広める。を、<laughs> だから、それ、それを書くために5000円払われてありがとうございます。 え26歳男性です。20歳から社会人として働けています。馬鹿なので大金が欲しいと思い、毎年宝くじを2万円分ほど買って夢を見てました。3年前に正確に言えませんが、サカラリーマンの障害年収って言われる額に当選しました。お、おめでとうございます。えー、まんまあな金額が手元に来て、一番差しにしたことが奨学金の返済でした。それ以降大きな買い物をすることなく、今でもほとんど残ってます。生活の会社の給料以内でもおっさんっなってます。このまま天年まであったら、下手直の宝くじ当選金の残りで過ごせますよね。あー、全然問題ないと思います。あの、下手にお金を使わない、 あので、こう、暮らせるっていう癖をそのまま維持し続けると幸せに暮らせるんじゃないかなと思います。えー、ななちゃんお休みって言ってください。お休みなさい。 都内在住ブラック企業勤めの者のです。金融系業職で社内トップにやり上げてるのですが、上司が私の営業成績に一気移住します。今月は成績が低調のせいか、経験が少ない中途社員と一緒に二人で商談行くように言われ、今までの実績などを信頼しない物を上司にいつもがっかりせらさされます。大した職業もないので、フルコミックの MA 仲介に転職しようと考えてますが、いかがでしょうかえっと、まあ、あの、その転職先がどれぐらい給料をもらえるのかっていうのを調べて、今より上がるんだったらいいんじゃないですか 結局その行ってみないと分かんないっていうのがあるんですけど、ただ少なくともあの、その、なんかこれぐらいの給料になるよっていうところは保証されてるので、ただ行ってみてそっちの行ったところにもあの、クソ上司がいる可能性はあるんですけど、ただまあ少なくとも給料に関しては満足していけると思います。 え、看護師5年目、転職2回している30歳です。看護師が嫌になりました。貯金なしです。高卒スキルなし30歳が在宅ワークできる仕事を目指す手段として2つ考えています、えー。仕事を辞めて転職活動にとしむ、副業で小さく始め、リスク取らないけど仕事がなせないのでしょうか。えっ、ー、と、まあ、あの、副業で何か、その、自分ができることがあればいいんですけど、 ただその看護師さんの仕事って、その割と病院に寄ったりするらしいので、なので、そこの病院が向いてないだけで、他の病院行ったら別に気楽にできますみたいなパターンもあったりするので、なので、のの下手にそのスキルがない、その副業みたいなのを頑張るぐらいだったら、自分の相性がいい病院を探した方が効率いいんじゃないかなと思いますけども。 今36歳でブラックな方をファンド会社に勤めてます。独学で HML でサイトを作り、PHP でデータベース連携し、掲示板を実装するところまで来ました。IT 業界への憧れと今同棲している彼女がおそらく妊娠したので、これからの実践を考えています。うつ病の診断書を出し、休職中に転職活動をし、決まれば給料が安くても頑張っていこうと思います。もし決まらなければ復職して働くしかないだろうと思ってます。この考え甘いと思いますかえっと、ファンドであればそれなりに給料高いっていうことなのかな であればで、えーと、まだうつ病の診断書も出してないってことなんですよね。で、えー、とただうんそのあの、未経験でなんとなく HTML とか PHP とかできますっていうだけで36歳であのエンジニア的な仕事を振られるかというとまず振られないと思うんですよね。せいいぜでできて営業だと思うんですよ なので、その、結局、某ファンド会社でも営業やってると思うんですけど、なので IT 系に行っても営業やるだけなので、なので給料が高いかどうかっていうところで判断した方がいいんじゃないかなと思います。31歳結婚2年目です。奥さんが連日遊び回っており、家にほとんどいません。 こと3連休も友達と温泉旅行に行ってしまい、ずっと一人で過ごしたり、ここまでいいのかと悩んでおります。もう少し一緒に過ごす時間を増やそうと回してみたのですが、友達の予定が優先だと言われてしまいました。いつも一緒にいたいとは思いませんが、この後どんどん,どんドライな夫婦関係になってしまいそうで不安です。りょくさんどう思われますでしょうか？あ、全然気になんないです。いや、あの多分、あの奥さんと一緒にいたいんだったら、奥さんの友達と仲良くしたらいいんじゃないですか。だから一緒に旅行に行きますよ。も、ま、う、あ、僕は別に。あのうちのその彼女とか、奥さんが遊びに行っても全く気になんないんで。 月に行けばっとって思いますけど。はい えー、教員24歳女です。新卒で地元で講師採用になったが、半ば無理やり担任を任され、体調を崩し、アメリカを続けるために、託しが出されず退職、えー。切り替えて転職活動の途中で別の自治体の講師採用が来て、そこで頑張ることに。学年部が咲いてくれたが、例の学年の同教科の教員に間接的な嫌がらせ、各家私が事業団の生徒に嫌がらせを受け、自分の中で何かあきれ、現在、双極性障害で休職中、えー。夢の職ですが、体力的に厳しいので態が高まっています。今からできる不職に向けた手続きなど、まず存ます。 えっとですね。まず、あの、双極性障害を直してください。以上です。あの、要はその、あの、職場がどうこうとか嫌がらせがどうこうとかっていうのは、あの、冷静な状況になって、その上で冷静な時にこうやった方がいいよねって判断をしてやるべきことで、まずあの、双極性障害があるのであれば、それが治るっていう、それを治すっていうのに全力を通して、で、それがある程度寛解してから、あの、仕事どうやってやろうかって話に持ってった方がいいと思います。 えー、時期は男です。現在浪人してますが、特にやりたいこともなく、学びたい学問もなく、行きたいだけもありません。都心の大地主の一人ッ家ーが俺、ずっと代々に過ごしたいのですが、厳格な地や労働は必ずしろ。大学に行き、就職して社会経験を積めるとうるさいです。父の言ってることは正しく、今も不況でバイバイ労働している人は文句は言いません。しかしやる気が全く起きません。えー、小さい子からいろいろさせてもらってるので、意欲も強くもないです。自分がお,かお金持ちお坊ちゃんのクズなのを承知してます。今後どうすればいいでしょうか えっと、その、大地主具合がどれぐらいかだと思うんですよね。あの、父親が死んだ後に相続税も引かれて、手元にどれぐらいの金額が入るのか計算してみてください。 それで、本当に働かないで暮らせるぐらいの、その、あのま、そのマンションなりが相続できて、で、そこの家賃で暮らせるわってなるんだったら、あの、父親に嫌われない程度にダラダラやっておけばいいと思うんですけど、だそれで、あの、要は、一生食いっぱぐれないほどの額ではないのであれば、やべえっていうので、ちゃんと働く手段を手に入れた方がいいんじゃないかなと思いますけど。なので、あの、相続する財産がどれぐらいなのかっていうのを一回ちょっと計算してみてください。 えー、都内の理系大学に通う3年生です。去年入念してしまいましたが、特に何か成し遂げられたこともなく、ただ卒業に必要な体を取るために無駄な時間を少ししまいました。サークル、バイトもやってなく、就活もあんまり積んでいません。そんな自分が今から就職活動して内定がもらえるとは思いませんし、今どうするべきか分かりません。 大学院に進学するという点もありますが、今まで逃げてきた自分がこれから取るべきことにしたら、まずではないです。よろしくお願いします。えっと、3年で理系だったら、まだ就職活動を間に合う可能性があるので、あの、ここで2440円払うぐらいだったら、さっさとあの、陸ナビとかに登録して、で当たり次第に、あの、就職活動をしてみてください。で、してみて、断られたりとか、あ、こういうところだったら割と面接まで行けるなっていうのでそう、就職活動をする中で、あ、こういうところの方が自分は行きやすいんだとか、こういうところなで仕事しやすい、あの、仕事したくなるとか、っていうのをちゃんと就職活動を ををしししてそのの自分の情報を増やした上でで判断した方がい,いと思うんですよなので、あのとりあえずやらないで判断する上はやってから判断した方がいいんじゃないかなと思いますけど。22歳の娘を持つ母親です。娘は彼女がいて同棲をしています。娘は適応障害など精神的な病で治療中です。彼女も重度の消極性障害を患っているようです。 えー、二人で生活保護を申請して弁護士を入れ自己破産もしたようです。先日二人とも緊急搬送されました。相手に刃物を向けられる薬を飲まされるリスカートオーバードーということでした。一秒や取り取りましたが、相手とは一緒に行ったり離れたくないということでいろいろ話しましたが、どんなこともつまりません。また同じようなことが起きて命がうと思うと怖くて仕方がありません。どんようにしていけばいいか良い方法を我々お願いします。三人で住めばいいんじゃないですかあの、二世帯住宅的なところで、か、もしくはそのマンションで隣の部屋とか。っていうので、多分その、あの、 その、あの、えっ、ー、と、共依存だと思うんですよね。では、その、まあ、あの、娘さん同士でも、他にパートナーになる人はお互いいないだろうと。でも、その、なんか、感情的なところが高まっちゃうと、じゃあ一緒に死のうみたいになっちゃうので、まあ、その、そういったさっきみたいな事故っていうのが起きてしまうんだと思うんですけど、でも、その共依存って、引き上がすのかなり難しいんですよね。要は、相手にパートナーが見つかるか、自分にパートナーが見つかるかで、で、なかなかその状態で、じゃあ、パートナー作ろうとすると、じゃあ殺し合いみたいになる可能性があるので、 なので、あの、隣の家に住むとかっていうので、何かトラブった時に大きなものがとかするので、それで助けに行けるぐらいの、そういうポジションにいた方がいいんじゃないかなと思います。で、即極性障害とかって、あの、時間が経つといきなり治ったりする場合もあるので、なので、あの、その、目の届くところに置いといて、そこで様子を見るっていうので、あの、もし良くなったら、じゃあそこで、まあ、今度は自由にしてくださいっていうので、ひとまずはなんか、近くに住むっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。 え妻からの長時間の叱責や、あなたの親は常識がなく、今後付き合いたくないなどの暴言に頼らず、うつ病と診断されました。えー、年の瀬に家から逃げ出し、現在、実家におります。相談者は人たちから、モラハラであり離婚した方が良いとアドバイスしてもらうんですが、負い目があり、なかなか生み出せません。モラハラについて調べると、妻の発言はモラハラに該当し、私が感じている負い目は共依存状態と書いてありました。この共依存状態から逃げ出するにはどうすればいいでしょうか えっと、あの、今後付き合いたくないっていうのをちゃんと録音しとけばいいんだと思うんですけど。で、あの、一年間ぐらいその別居して、で、今後付き合いたくないっていう録音があって、じゃあ離婚しますって裁判をすると、あの、割と離婚が認められる可能性があるので、なので、あの、弁護士さんのところに相談に行って、あの、どういう証拠があったら離婚しやすいですかっていうので、そこの証拠を一生懸命作るようにすればいいんじゃないでしょうか。 その要は、離婚したいけどできない。まあ、負い目が何なのかわかんないですけど、なので、その離婚したいというのが、あの、やりたいことだと思うので、できないのではなく、離婚するためにはどうしたらいいのかっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思います。え私の名前に対する感想をお願いします。村村おじさん。これに2460円払おうとする気持ちがわからないんですよね。笑いが取れると思ったんですかね。 えー、先ほどスパチャを読んでいただいた地方公務員の30代女性です。考えてもない視点で眉が消えました。ありがとうございました。やるからには管理職として全うしていきたいんですが、ともい地方公務員の管理職としてあるべき姿をまた今勉強していくべきことは何とお考えでしょうかえっと、年上のおじさん、おばさんに嫌われない。い <laughs> や、あの、公務員って、あの、成果を出す必要ないんですよ。まあ、成果出,す出せるんだったら出した方がいいんですけど、ただそれよりも、その、あの、チームワークを乱さない方が、あの、重要だったりするので、なので、あの、仲良くするを心がけてください。 えー、あらすぐ、あら女です。10年以上前からの知り合いの人としてとても尊敬できる好きな人がいましたが、その方との関係性を壊したくなく告白できず、結局別の方と結婚して今に至ります。その方との友人関係は続いており、正直未だに行動しなかった過去を壊し,しています。えー、忘れることは無理だとしても、どうしてもこの現象を抑えられるでしょうか。物理的に合わないという選択肢はなしでご意見をお願いしたいです。えっと、その人は別にあなたのこと好きじゃないんじゃないですか ではそのあの、10年以上前の、なんか、素敵な思い出で、あの人と一緒になったら、こんな幸せになったかもしれない、ポワポワポワって考えてるんだと思いますけど、あの、相手の人、別にあなたのこと、そんなに好きじゃないんだと思うんですよね。あと、10年経ってるので、見てみたら、うわ、めっちゃハゲてんじゃんとか、うわ、太ってるわー、みたいなのがあったりして、その、美しい、綺麗な思い出っていうのが、全然違うという現実にぶち当たる可能性もあるので、なんで、あの、Facebook とかで、どんな感じか見てみるといいんじゃないかなと思います。 え先日、スパちチャに答えていただいた数学教師です。5年続けてみるというヒゆきさんのこともとても参考になりました。この調子で数年頑張ります。もう一つ相談です。私は生徒に教えすぎず、わからないことを自ら調べ、興味があることを深める力を身につけさせよう、こうかけてます。えー、このような生徒を育てるには、どのような接し方が有効だと思いますかヒゆきさん高校時代、教師にどのようなスタンスでいてほしかったんですか、えー、と僕、数学の教師とはたい相性が悪かったので、あんま参考にならないんですけど、ただ、その、えー、と数学に自分から興味を持たせるのって、かなり難しいんですよね。 その、あの、微分析分とか代数とかって、あの、日常生活で使うこと一切ないじゃないですか。なので、その、なんか、あの、二次方程式ぐらいだったら日常生活の中で使う機会って、例えばこういう時あるよねとかって出せるんですけど、そうじゃない、その、あの、要はその、あの、高校でやるような数学になっちゃうと、別に日常生活でこれや、使わないでしょとか、別になんかじゃあ、その、なんか、 あの、円の面積、日常生活で求めることないでしょみたいなのがあったりするので、なので、あの、興味ないじゃないっていうので、興味持たせるの結構難しいと思うんですよね。なので、その、なんか、自分がなぜ興味を持ったのかっていうところを、ちゃんと伝えられるといいんじゃないかなと思いますけど、統計とかだとまだ役に立ちますけどね。 社会人9年目の年収700万の31歳です。現在は建設業界で夜勤をメインに当たられているんですが、将来的な健康面の不安や管理職になると休日でも関係なく、携帯がなる日々のメリハリのない会社のため、公務員として考えています。しかし公務員になると、現在の年収より100万ほど下がってしまうことが予想されます。どちらの道を選べるか迷ってもサンダルバイスをお願いします。 えっとまあ、あの稼げるだけ稼いでもう無理だわってなったから転職すればいいんじゃないですか、まだ30歳なので体力続いていると思うので、なのであの健康面無理になってから転職すればいいんじゃないかなと思いますあのその31歳に年収700万は結構稼げているので、なのできちんと貯金すればいいんじゃないかなと思います。 熱心なカトリックのキリスト教信者の人に新しく超うざかったら殺しちゃうのもありみたいな趣旨の聖書が発掘された,発掘されたら殺人を認めると聞いたら認めるわけないと答えましたそうなるとその人が信仰しているのはキリスト教ではなく自分の中の正義ということになると思うんですがリオウキさんどう思われますかあでもそういう人があの要はキリスト教の,その偉い人が、まあ、これはありだよねっつったらじゃあありって言ったりするんですよね かえっ、ー、とあの中絶は一応、あれ、フランセスコさんも中絶 OK って言ったっけだから中絶が OK か OK じゃないですかあの、ダメなのかっていうのが割とそのキリスト教の中でも言い争らせがあったりするんですけど、で多分時間の問題でそのうちキリスト教も中絶 OK になっちゃうと思うんですよね。で、中絶ってあの見方によっては、その、 あの、赤ちゃんを殺す行為なので、なので、あの、殺したいっていれば殺してもいいやってことになるじゃん、みたいなとか、まあ、もともと十字軍みたいなので、異き徒うと殺しに行こうぜっていうのをキリスト教のがやったりするので、なので、あの、その、 各個人がどう思うかっていうのは別にして、あ、フランシスコ教皇 OK だっけまあっていうのがあったりするので、なので、あの、いろんなキリスト教徒によっても、その、偉い人が言うんなら従うっていう人もいるし、あの、自分の考えとキリスト教が似てるからキリスト教っていうタイプの人もいるので、なので、まあ人それぞれですけど、みんながみんなその、なんか、あの、その、聖書通りに考えるかとか、キリスト教の教皇がいた方を信じるかっていうとそうでもなかったりしますよ、みたいな、玉虫色のご返答をしていました。 えー、簡略しすぎたので、ね、1年前から次の更新はしないと伝えていたのですが、昨年、私抜きで管理会社が退職人と更新をしてしまいました。賃借人、えー。単独物損事故で近所の家破壊と賃借人の迷惑行為、管理会社のやり方で嫌気がさしています。白井不動産に相談したところ、FC 加盟店なのだから本社に開示等をお願い入れて、視点調査をしてもらえたございました。岐阜さんのお話をお伺いしたく飛ばしました。ご教授、よろしくお願いします。 えっと、その私抜きでの私はあの契約上だ、誰だろう <laughs>、えっと、あの賃借人と管理会社が契約更新したのであれば、別にあのその不動産契約上何の問題もなくて、その大門さんがあなたが関わることではないと思うんですよ。要は契約上第三者、赤の他人ですよねって話だと思うんですよね。 そのあの連帯保証人とかであれば、あのもうその賃借人が勝手に更新しちゃったとすると、残念ながら連帯保証人は逃げられません。なので法律上そういうもんだよねって話だと思うので、大門さんがそもそもその契約上の,その第三者なのか、その何かの,そのじゃ保護者なのかっていうのによって、そのやれることとか変わるんじゃないかなと思いますけど。 えー、以前、1万時間耐久配信についてコメントをさせていただいた VTuber の代官山加納と言います。広木さんの助言はいろんな方の意見を参考に5,300時間ほどで枠を閉じさせていただきました。その節ありがとうございました。本当にやったんだ。えー、もう一つご意見をお伺いしたいのですが、ここ数年 VTuber は企業税が強く個人税が伸びるということをほとんどに考えました。将来的に個人税もっと苦しくなっていくと思いますかはい。結局、そのお金がないと VTuber は活動できないんですよね。 そのまあ、あの何かじゃあ、絵を増やしたいんだったら、絵描きさんにお願いしなきゃいけないしとか、でじゃあ、その CD のモデリングやるんだったら、ちゃんとあのモデル作ってくれる人と契約しなきゃとか、それなりにそのお金がかかるのと、あと結局、有名になるためにはコラボが重要で、でコラボしようとするとしても、どっかの事務所に所属してないとなかなかコラボしてもらえないみたいなのがあったりするんですよね。 なので、あの、YouTuber だと、あの、ウームに所属していると、そのウームの、あの、YouTuber 同士でコラボがしやすいみたいな。そんな感じで、あの、2次3次に入ってると、2次3次同士でコラボしたりみたいなのがあるので、なので、おすすめとしては、その、どっかに所属をして、コラボして、うまくなって、で、チャンネルの権利は自分にあるような形でうまくやって、独立するっていうパターンが安全なんじゃないかなと思うんですけど、まあでも、企業系も独立できないので、多分、契約でいろいろ縛ってるんじゃないかなと思います。 えー、両親兄と子祖父母が全員熱心な創価学会員の家庭に生まれました。宗教ガチャ成功と思っていいでしょうか <laughs> まあ別にあの本人が幸せだと思えばそれでいいんじゃないですかあの、大体中東で生まれた人ってあの周りの家族全員イスラム教っていうので、それがあの良いことなのか悪いことなのか本人によるんじゃないかなと思います。 えー、周りから出世コースに乗っていると言われますが、大手外資系企業勤務です。来月も表彰で40万程度もらえるそうですが、神経使っている感じがあり辛らいです。この会社で頑張った方がいいですかそれとも公務員とか違う方向で来た方がいいですかえっ、ー、と、表彰で40万ということは、給料とは別に40万もらえるということですよね。であれば、その神経が削られていて、それが耐えられるのであれば、耐えといて、金を貯めて、あの貯金しまくって楽な。 あの、早めの引退をするっていうのもありだと思うんですけど、ただなんか本当に削られてて、なんかあの、その体に不調が出てるとかであれば、もうちょっと仕事のペースを落とした方がいいと思うので、なのでそのなんか、あの、健康診断とか行ったり、カウンセリングとか行って不調が出てないのかどうかを定期的に確認するようにするといいんじゃないでしょうか。えっと、今日のビールはそろそろ終わりそうなので、こんな感じで終わりそう的なマークをつけておきます。肉まで焼かないけど、今日は肉を焼く状態です。 えー、日曜の際、国内航路の公開士です。海上自衛隊への転職を考えています。人のために命を懸ける自衛隊に憧れたのと自身のスキルを生かせると思ったからです。しかし、船長からのパワハラにより発覚した自分のメンタルの弱さ、職務上での自分自身のものっぷりから自信をしないつあります。また、元自衛官の方が職場によくおこう、前が夢見向いてるような綺麗な職場ではないと言われましたが、仕事でそんなものと割り切って天然まで詰める格好です。骨を埋めるにしろ、鬱で潰れるにしろ自衛隊を望んでる状態です。励ましの言葉もしくは、北ぐまご意見をお願いいたします。別に入ればいいんじゃないの あの別に自衛隊辞めてもすぐに多分公開誌って戻ろうと思ったら戻れると思うので、なので悩むぐらいだったらさっさと入っちゃった方うがいいと思いますよ。で、若いうちの方が潰しが効くので、なのでさっさと転職しちゃってください。えー、2000円払ってピーやって書かれてもどんなリアクションすればいいのかわからない。 大学1年生です。入学後、軽音楽サークルに入りました。ですが、大惰のせいで最近は練習量が危険しました。毎週練習のたびに他のメンバーに申し訳なく思ってしまいます。でも最近逆に考えれば僕は勤勉になってまで音楽活動をやりたいわけじゃないのかもしれないと思いめました。ただ練習時間を得られない主な理由が YouTube や SNS の見過ぎで、それが大学生活でやりたいことなのかなと思ったりしま,います。軽音楽サークルをやめるべきでしょうかえっと、YouTube や SNS をやめた方がいいんじゃないですか <laughs> 要はあの YouTube や SNS と軽音楽サークルであれば多分軽音楽サークルの方がやっといた時に人生で何らかしら得することあると思うんですよ。そののサークル仲間だったりとかある程度楽器弾けますよとか,なんかこういうイベント出たよねみたいな,そのなんか青春の1ページ的な思い出ただ YouTube とか SNS やったのってあの人生に何のプラスにもならないんでなので YouTube 見てなんかおっさんがビール飲んだりお金を払うとかやめた方がいいと思います。 えー、バツイチアるコーです。同い年でバツイチ経営,経営者の方と親しくなり、1年になります、えー。私の気持ちに気づいておられますし、彼も毎日、ねえー、くれますが、なかなかお会いすることができずにいます。若い子の恋、ね、愛と違い、どう展開していくか、恋をお休みすぎて分かりません。ひろきさんならどう思われますかなんか一緒に飯食いに行けばいいんじゃねえの別に今は、なんか、あの、緊急事態宣言とかないと思うので、なんかあの、こういうの食べたいですとか言って一緒に飯食いに行けばいいんじゃないですか。あの、単純にその、会う時間を多くすればいいだけだと思います。 えー、私は友人はもとより知り合いレベルからも深い秘密を打ち明けられます。20代の頃は私のことを信頼してくれるんだ嬉しいとプラスにかがま捉えてましたが、最近マモンともから、えー、実は偽装離婚している。様々な手当を行政からもらって暮らしていると打ち明けられました。正直迷惑な話を聞かされたと感じ、本人にもそのままはっきり伝えました。どうして人は秘密を打ち明けてしまうのでしょうか相手が喋ってしまう危険があるのに私は頭に持っていく秘密がありますが、誰も打ち明けていません。 多分、あの、口が硬そうな感じがしちゃうんだと思うんですよね。で、あの、何か秘密を抱えていて、それを他人に共有したいって思う人もいるんですよ。要は、その、それを言うことでスッキリしたいとか、あの、それを言って、そのなんか、あの、それ良くないよとか、それ大丈夫だよとかってアドバイスが欲しいとか。 っていうのがあるので、で、口が硬そうな人っていうので、多分、いろんな機械、その、口が硬そうに、外から見ると見えるので、多分、いろんな場面で、あ、こいつ口硬そう、ちょっと秘密言ってみよう、みたいになるんだと思うので、あの、口が硬そうなキャラっていうのが良くないと思うんですよね。なんで、マジ偽装離婚マジちょっと録音するから、もう一回言ってみたいなこと言うと、多分、もう二度と相談してくれないと思います。えー、20年間、年商5億円規模の経営してましたが、資金繰りに行き詰まり、3年前に倒産しました。 えー、同時に倒産した会社を上場企業に MA で事業上と社産した私は部長職に就きました、えー。経営者しかしたことがなかったので会社員が肌に合わずもめ事を起こし、ヘッドハンティングの転職、現在は年収1000万もらってましたが、やはりサラリーマンは向いてません。今更会社経営したくありません。自己破産したので貯金200万、50体前半でこれからの人生何歩以外で良いアドバイスをお願いします。えっ、ー、と、別に会社経営じゃなくて、普通に個人事業で、なんかネットで背取りとかいう、ウーバーイーツとかやればいいんじゃないですか。 えー、2年間小学校教員をやっている、現在26歳の男です。教員の仕事よりもピアノ講師で月20万くらい稼いで席を立って,ていきたいと思い、3月に教員を辞め4月からピアノ講師として活動していきたいと思っています。経歴は音楽大学、大学院、ピアノ科の修士課程を出ています。ただ現在生徒さんもいなく、どっかの音楽教室に属などをしません。ひろきさんなはどうやって収穫し25五万くらい稼げるようにしますか、参考にしていただけると嬉しいです。無理じゃないかな あの、営業先が全くない状態で、じゃあ、例えば、その、月の月謝2万円で、その、なんか、週に1回教えますみたいな。で、週に1回教えますが2万円で、1回5千円ぐらいっていうので、で、それ20人って、だいぶきついと思うんですよね。あ、10人か。ん ?2 万円だと、12人、13人。で、それ、営業を全くしない状態で、集客って無理だと思うんですよ。で、なんかその、 なんか有名なその実績とかあるのであれば、じゃあいいかもってなると思うんですけど、今まで教えたことありません。なんとなく教員辞めてこっち行きたいですっていう人に、どうやってお客さん見つけるのっていうのがあるので、まずはそのなんか音楽、その教室みたいなところで働いて、で、そのお客さんってどうやって集めるのとか、その教えるのってこうやるんだっていうノウハウを貯めた方がいいと思うんですよね。 その学校の教員って生徒は勝手に来てくれて勝手にそのやってくれてでいくら怒っても学校を辞めるとかしないじゃないですか。でもあの要は私立の音楽スクールってその辞めたいと辞めちゃうんで生徒めっちゃ褒めてあげたりしなきゃいけないんですよね。なのでそこら辺の現実も違うのでなので一回普通にあの就職した方が安全なんじゃないかなと思いますけど。 え先ほどはお読みいただきありがとうございます、説明不足ですいません、私は大家です、大家なのに管理会社が勝手に契約を結んじゃったんだ、そうすると、管理会社とあの大家さんがどういう契約をしているかでそのあの、その管理会社側が、会社、その賃借人と勝手に契約するのであれば、犯行を偽装しないとできないはずなんですよね。 で、もしくはその管理権限そのものを渡していて、その大家の方がそのあの契約をしなかったとしても、その管理会社が勝手に賃借人と契約していいっていう、そういうそのあの委託契約みたいになってるのであれば、それは委託契約を変えなきゃいけないので、そこはもうあの契約書がどうなってるかっていうので、弁護士さん経由で一回確認した方がいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、創価学会の競技に新人は1人前、仕事は3人前というのがあるそうです。宗教のお熱な具合が1人前レベルなら仕事ではその3倍優秀で、あ、そうなんだ。なんか仕事は <laughs> その半、半、なんか分の1とかそういう意味では言われました、えー。その職場にないと困るレベルになって信頼される人になるという競技です、えー。日年も宮遣い、各個各人の職業を不協と申し示しせ、本尊だと思えと言っているので、ついつまわっています、えー。なので、無能が創価学会やのなるのってかなりずられています。主力さんどう思いますか うん、嘘じゃないですかね。あの、僕の地元、東京都北区、あの、霧ヶ丘っていうところで、あの、団地群が多かったので、で、創価学会の人、やたら多かったんですよ。で、あの、まあ、その団地のところに、雪印の工場っていうのが昔あったんですよね。雪印東京工場。で、そこにね、団地が8棟ぐらいあって、多分、1個の団地に50世帯ぐらい入ってたのかな 行き印が潰れて、そこ全員失業者になったんですよね。で要は,あ要はあ、ああののの創価学会員で仕事3人前できるんだったら、あ行き印東京工場潰れてねえだろうって。お前らみんな失業者で無職じゃねえかと。で、あの生きの印工場じゃないところの霧ヶ丘団地の方も、普通にあの失業者とか無職とか多かったんですよ。で、もちろん創価学会も多かったんですけど、で、あの、 えっと、大人になって金持ちで総価学会の人って僕そんなに会ったことないんですよ。子供時代のその貧乏な人とか団地済みで総価学会の人いっぱい会ったことがあるので、比率でいくと僕貧乏な人の方が総価学会比率高いんですよね。これ僕の体感ですよ。あの、本当は違うのかもしれないですけど。なので、あの、宗教頑張ってる人ほど金持ってねえよなっていうのがあるんですけど、ただ、あの、芸能人で、 あの、うまくいってる人で宗教の人はいます。ではその、あの、この宗教の芸能人っていうのになると、そのファンがついて、その人がテレビに出るたびにそのテレビを見るっていうファンがいるので、芸能人でうまくいってる人はいるんですけど、ただ、だか会社員とか会社経営者とか高収入とかで宗教ご熱心ですっていう人あんまり見たことがないので、なので現実は違うんじゃないかなと思います。ただね、あのね、個人事業主はね、結構うまくいくこと多いんですよね。 あの、実はその、異業種交流会みたいなもので、 その同じ宗教に入ってるんだったら裏切らないよねっていうのがあるので、なので、例えばじゃあ、その、なんかじゃあ自分がスーパーやってて、ちょっと印刷工場どっかにチラシ発注したいよねっていう時に、同じ宗教同士だったら裏切らないから、じゃあその同じ宗教の印刷工場の人に頼もうみたいな感じで、その同じ宗教の中の人同士で仕事ぐるぐる回すっていうのがあったりするんですよ。なのでそういうねその、あの、個人事業主レベルで権限がある人だったら、割とその宗教だった方が結構うまくいく場合もあるんですよね。はい。 え26歳女です。資格など何もなく、遺産を活用し、投資信託などで月50万程度の収入で生活をしています。えー、貯金もだいぶあり、時間もたくさんあるので何かやりたいのですが、やりたいことも,何もありません。人生で旅行や遊びや趣味などやり尽くし、暇になってしまい、えー、今年も行政書士の勉強しとこを目標に勉強しました。この状況の私に何かおすすめの仕事や資格はあるでしょうか多分、やり尽くしてないと思うんですよね。やり尽くしたと思い込んでるだけなので、北朝鮮に旅行とか行ってみてください。 えー、うちの警備会社は人数35名で全員正社員。年齢層バラバラで30名が格闘技経験者。または自衛隊警察解放消防の帯です。業務内容は高速道路の規制からマラソン大会の警備、工場の主営業務、海外アーティストの警護、握手会の警備、万引きーメントをやっております。また来年度から防国の総領事館の警備も始めます。あ、それありかもしれないですね。 あの結構そのあの、大使館領事館系って、やっとくとあの、まあ、信用が得られるので,であの、領事館の人たちとかって、そんなにあのその日本の状況分かってなかったりするので。 なので、例えば、じゃあ、その、なんか、ウクライナの人の領事館ですとかで、じゃあ、ウクライナの金持ちが日本で事業したいんだよね、っていう時に相談相手になったりとか、で、じゃあ、あの、その会社手数列で伝えますよとか、あの、日本人が何人か必要だったらそこで話しますよ、みたいなのがあったりするので、なので、あの、そこら辺の、その、まあ、まあ、その、他の別に、あの、領事館じゃなくてもいいんですけど、割とその業務って、あの、金持ちから発注されることがあったりするので、そこら辺でその金持ちと仲良くなって事業を広げていくっていうのはありなんじゃないかなと思いますけど、 えー、人生が楽になるのは次のうちどっちだと思うまた広くなる。どっちを選ぶ理由とともにお願いします。友達50人と広く浅い関係になる。友達5人と深く、えー、狭く深い関係になる。えっ、ー、と、楽になるの定義が人によって違うんですけど、あの、この話なのかもしですけど、あの、ハーバード大学の先生たちが70年ぐらい研究した結果、あの、人が幸せに感じるのって友達が多い方が幸せに感じるらしいですよ。 ではあの絆を感じる人が多い方が良いっていう、えー、初めてコメントします20代後半の女です40代前半の自営業の彼氏と9年間付き合いました2021年年始に年内に結婚しなければ別れるとして結果的に結婚せずに丸1年間経ちました理由は今仕事がうまくいってないため幸せにする自信がないということだと思います会社に2次年以続いてます私は一緒にいたいという気持ちがありますが相手に結婚する気がないなら別の人ににいた方がいいな,かなと考えてます、えー、彼は一緒にいたいけど現状は結婚できないと言っています えっと、あのー、残念ながら、振りたいだけだと思います、ね。要は、あの、言い訳をして振りたいんだと思います。あの、40代前半の多分付き合い始めた頃って、10代じゃないですか。要は20代後半って29ではなくて28とかだとすると、多分、あの、10代と付き合いたかった30代のおっさんだと思うんですよね。で、もうそろそろ20代後半で、でも自分は10代が好きっていう、多分そういうことなんじゃないかなと思うので、そのなんか、あの、 結局、その、あの、なんかね、その、人を振るときに正直に理由を言う人って少ないんですよ。なので、あの、理由は他にあるんじゃないかなという気がしました。あの僕のあの、勝手な誤解かもしれないですけども、はい。 えー、幼い子供を持つ公務員女性です。時短勤務中ですが、月勤務で残業と土日勤務で何とか業務ムを行してます。子供との時間が取れる精神的に限界で旦那各個公務員に仕事を辞めたい転職したいと相談しましたが、話を聞いてもらえません。旦那の親公務員で天然マン勤め上げたので、仕事の辛やさや子供を理由に仕事を辞めることが理解できたようです。旦那の稼ぎだけでも生活費がまかない状況です。精神的に辛いながらそんなにも乗ってもらえず、逆に馬鹿にされるに細かい理由になりました。私はどうすれば辞めればいいんじゃないのまあ、あとりあえず、あの、公務員なんで一回休職の手続きをしてください。 あの、その、なんか、精神的に参ってますっていうので、診断書もらって、給食手続きして、で、もう、あの、診断書に働けませんって書いてあると、もう働けないんで、それと、休職しますっていうので、もうこういう状態だから休職ですっていうの自体に持ってっちゃうと、もう、休職中に、まあ、あの、お金ももらえるので、その、あの、給料の6割ぐらい。で、とりあえず、子供と一緒に、あの、暮らすっていうのを半年とかやってみて、で、もう一回仕事に戻るか、子供とそのままやるのが楽しいかっていうのを。で、まあ、とりあえず、相談せずにカウンセラーに行って、あの、働けないという診断書もらってください。 えー、結婚しようと思っていた彼女に家庭のことをいろいろと聞かれたのですがあまり知らないと言われ自分でいろいろ調べたら住宅ローンが払えず差し押さえがあったり、えー、現在も結構な額の借金があることが分かりました、えー、彼女の父親に直接聞いたところお前らに関係ねえだろうと怒鳴られました確かに父親が亡くなれば子供の借金が振りかかることはないでしょうが責任感という面においてこの人の親族になれないと思いましたこの判断は正しいでしょうかうーんと別に気にしなきゃいいんじゃないですか あの親が責任感はなかったとしても、その彼女が別に責任感あるんであれば、何の問題もないと思いますよ。ただまあ,あ、遺産はその,あの多分放棄した方が借金が来ないと思うので、なので遺産は当てにできないよねっていうだけで、なのであの別に結婚って親族とするわけではなくて、その彼女とするものなので、彼女と一緒にいたいかどうかで決めればいいんじゃないでしょうか。 えー、両親のメグレクトにより幼少期から弟と共に母の実家に名付けられています。祖父母と弟、かっこ中学3年生がかなりの不仲です。原因はヒステリックな祖父母の過干渉場と私は不能障害持ち、高卒社会人、かっこ23歳、近々退職し、留学予定。今まで家族内の仲介、一部家の金銭、金銭面を取り持っていたこともあり、離れるのが不安です。弟が就職自立まで私はこれ残りサポートするべきでしょうかしかし自分の夢は友達にしたくないですが。アドバイスをお願いします。ほっとけば、なんとかなりますよ。 <laughs> 要はその,あの、えっと、姉なのかな兄なのかながあのやってるので別に弟が自分でやりし要ないよねとか祖父母を別にあの任すとかいいよねってなってるだけでいなくなったりいなくなったんで人は何かしますよなのであの別になんとかなると思うのでほっといてみていいんじゃないかなとね本当にまずかったらあの弟が一人暮らしするように仕向けてそこに仕送りするとかすればいいんじゃないかなと思いますひろゆきさんがフォローしている社長の会社に内定を頂き春から就職です ほう誰だろう、えー、しかし最近ウーバー配達をはじめ時給2500円月給50万から80万を稼げます。このままウーバー配達員として早めにお金を手に入れてインデックスファンドにぶち込むか悩んでおります。えー、会社員としてスキルを身につけつつ手取り17万と隙間時間にウーバーするか何のスキルも身につかな、ね、いウーバーするかどちらがいいと思いますかちなみに会社販売営業広告など誰にもできるような仕事です。も、まあ、でも50万稼げるんだったら僕は50万もらい続けた方がいいと思いますけどね。あの。 17万の仕事って別に大した仕事じゃないしスキルもつかないんじゃないの知らんけど。<laughs> のであの50万とか80万とかもやるんだったら毎月80万をかあの頑張って1年間行くと年収1000万近くになると思うので,でそれ23年やってある程度あの貯金がある状態で,でなんかスキルとかを自分に身につけて普通もっといい会社に行けいんじゃないですか えー、超田舎住み35歳男子供三3人中3中2幼稚園家庭年収,収550万世帯年収ってことかな、えー、貯金1200万現在90歳の祖父母を含め6人暮らし、えー、祖母ここは自分の間から自分の言うことを嫌ないで出てけえと言ってます田舎で親戚付,付き合いが多く身内で私たちの悪口を言い合い慰めあって気持ちが悪くなっています、えー、今普通に一番にからします子供たちの学級等これからたくさんかかるかもしれませんがそんなに深く考えていません家を建てるより祖母が早く亡くなることを願うのは変ですか えっと、世帯年収550万って、まあ、地方だからなんだと思うんですけど、でも多分、それぐらいの地方だと、あの、家賃払っても、5、6万でそれなりの家借りれちゃうと思うんですよね。なので、もう出てっちゃった方がいいんじゃないですか。あの、なんか別に、その、無理して祖母の言いなりになってストレス貯めてもしょうがないと思うので、なので、出ていけって言われたら、あ、じゃあ出てきますって言って出ていけばいいんじゃないですか。 あのお二人そのあの夫婦で働いているのであれば別に何の問題もないと思うので、えー、以前英きさんの二輪自動車免許を自動車学校に通って取得されたとおっしゃったんですが一発試験チャレンジされたんでしょうかいいえまた一発試験を受験されない場合はその理由があれば教えてくださいよろしくお願いしますえっと一発で受からなかった場合に 確か、えっ、ー、とね、6回以内に受かると一発の方がコスト的に得だけど、6回以上落ちると、結局、あの、一発よりも自動車学校通った方が安いっていうのがあって、で、その、コースをある程度覚えたり、練習をするっていうのをやらないと、そもそも受かんないじゃないですか。僕、その、あの、バイク、そもそも、あの、ちゃんと乗ったことがないっていう状態で免許取ろうと思ったので、なので、一発を受けるっていうのは最初から選択肢になかったですね。 一発っていうのは教習所に行かないでいきなりあの免許試験場に行ってあのこうそう運転してみてほら俺運転できる人免許ちょうだいっていうやつなんですけどあの教習所卒業するよりかなり難しいんですよね。なのでもともとはあのバイク乗ってますって人であればそのあのなんかあの一輪のところとかっていうのは行けると思うんですけどあれ練習しないとなかなかできないのでなのであのバイク乗ったことがない人であれば教習所の方が結局安上がりなんじゃないかなと思いますけど。 あの要は、自動車免許の試験場って、落とすためにやるんですよ。いや、その、頑張って受かるように応援してくれる教官とかではなく、ミスがあったら、はい、ミスがありましたって言って、落とそうとしてやってくるので、なので、あのよほど自信がある人以外は、教習所行った方が安上がりなんじゃないかなと思いますけど。そう、合宿免許は楽ですよね。一本橋です。はい えっと、勝手に更新したことを注意したところ、さっきの大谷さんですね。えー、同意書をお送りして了解をやってるはずって言われ、更新する気がないのを伝えたったら、同意書は通じないと伝えたら、送り忘れていましたと,、ね、と <laughs> えー、弁護士に相談して開示してもらいます。更新したという割に契約内容を確認したいので持ってきてくださいましたが、10日のったに持ってきてくれないです。ご協力ありがとうございました。え、っと同意書だってサインしないのであれば、ないので、あの、要はその、新借契約自体が無効になると思うんですよね。 要はその、大屋さんが貸すという、あの、要は大屋さんが、あの、じ、その、地主として、あの、登記されているところで、賃借人は大屋さんと契約をしてないでしょそれ、完全にあの、詐欺でお金もらってる状態なので、あの、多分管理会社からお金もらえると思うんですよね。要はあの、不法に今選挙してる状態じゃないですか、その賃借人の人は。だって大屋さんが同意してないんだから。 なので,で、それがあの世に出てニュースとかになったりすると、多分その管理会社めちゃめちゃバッシングされたりすると、あとその要は他の大家さんから、いやこの管理会社やべえじゃんってうの契約切られたりするので、多分お金結構もらえると思うんですよね。なので、一回その弁護士さんに相談するのと、あと表向き訴えた方が多分和解でいっぱい金取れると思うので、訴える準備をするとお得なんじゃないかなと思います。 え前の職場で10年目の人が社長ところになり、その時にその人が私が辞めればいいんですねと言ったのに対し、社長がそうなんじゃないのと言い、それが録音されていて裁判員の座に、その人はデスクでずっとタブレットのゲームをしているような人で、周りも厄介がってました。えー、裁判の社長も負ってます。日本雇用運にシビアすぎませんかいや、そうなんですよ。あの日本はかなりシビアなんで。なので、頑張って働かない人の方が得するんですよね。え真面目な仕事の相談です。 今、仕事で TX コンサルタントをしているのですが、仕事柄次世代のデジタルビジネスを企画するシーンがよくあります。次世代のビジネスを企画するにあたり、重要だと思うポイントがあればご意見ください。えー、っと、あの、マイクロソフトのフォロレンズが割と僕は長期的には伸びるんじゃないかなと思うので、それをうまく使うといいんじゃないかなと思います。 えー、特に20分の会社で残業なしで大好きな職種のためストレスほぼなし楽しい毎日を与えてます契約社員から入り1年目の更新で社員課長に昇進、えー、さらにそこから半年後部長補佐へ昇進私は昇進する野望は全くなくむしろ大好きな自分のスキルを生かせる今の仕事に集中しているです、えー、部長が人に仕事を振りまくっても仕事をしないタイプのある意味への、えー、部長の仕事を振られそうで心配です大きな仕事を振られた時どのように断るのが得策でしょうか えっと、あの、理由を言うと、それだったらこうしたらいいんじゃないとか言われてるので、もうできません。無理っす、無理っすっていう、あの、話の通じない人感を出した方がいいんじゃないかなと思います。えー、何のお肉が好きですかえっ、ー、と、今日はハラミを焼こうと思ってます。 えー、高卒無資格26歳、工場勤務盲人8年目、一度も転職したことはなく、年収の賞欲も300万です。ちなみに寝坊や遅刻も7年間のらず悩んでます。えー、今から大型免許を取ってドライバーになるか、高卒務はワードエクセルに消防機2機を取って経理事務に転職するか、どちらが良いと思いますかえっ、ー、と、もともとそのパソコンとか得意じゃないのであれば、あの、ワードエクセルに消防機全部をマスターするのってかなり難しいと思うんですよね。 26歳から。なので、それだったら大型免許でドライバーとかっていう、あの、肉体労働系のがまだ行く可能性高いんじゃないかなと思いますけど。 えー、二ヶ月で経営を合格、推薦入試落ちてから二ヶ月で経営を合格を志すものです。えー、推薦向けの対策してしかしておらず、一般入試は絶望的なスタートで初めは偏差値40ないくらいでしたが、死ぬ気で一ヶ月勉強して偏差値50まできました。ですが、あと一ヶ月弱しか期間がありません。ですが、どれだけでも勉強してやるという過去はあります。正直、ヘルクさんどう考えますかもちろん言っていただけると嬉しいですが、率直に言うをおかしください。えっと、あの、どんな努力でも受かる気があるんだったら、こんなどうでもいいおっさんがビール飲みながら喋ってるのを 見てるだけ時間の無駄だと思いますよ。さっさと勉強してください。以上です。こんばんは。クイズ大好き。高橋ラニからの問題です。犬は英語でドッグ。猫は英語でキャット。では、カッパは英語で何という。なんか、その英語でどうがカッパーだよ。っていう、そういううちに繋がるのかな？ ひろやくさんいつも楽しく発見しています旦那は中古タイヤを海外に輸出しているのですがここ1年コンテナが高すぎて利益が少ないのと到着が遅すぎてうまくビジネスさもなっていません今後どうしたらいけばよいかアドバイスをいただきたいです、えー、っと、もうコロナ禍が落ち着くまで多分コンテナ不足は解決しないと思うので1年2年は他の仕事した方がいいんじゃないですかね 看護師辞めたいのに対して病院を変えるとのアドバイスありがとうございます。二回職場変えて今までより仕事は楽に年収もアップしましたが、それでも辞めたいです。え能力的に看護師年収は頭打ちだと感じています。現場に行かず人の顔を見ずにできる仕事がしたいです。生活できる給料をもらっている今の仕事をダラダラ続けて、500万貯めたら看護師辞めて楽にダラダラするのはりつきですか、えっと、?500 万だと少ないと思います。 あの、結局、まあ、あの、1000万円以上は貯金がないとダラダラしてもどんどん減っていくだけで、あの、要は貯金が減っていく恐怖に打ち勝てないと思うので、なので本当にダラダラしたいんだったら1000万円ぐらい貯めた方がいいんじゃないかなと思いますけど。えー、っと。 35歳最新持ちです東証一部上場企業を退職し中国系企業に転職しました日本人は僕だけですこの転職はリスクが高いでしょうかむしろリスク低いんじゃないですかねあのに日本人が2人いて比較してあこっち無能こっち有能って分かってそうすると無能側は首切られる可能性が高いんですけど比較対象がないとまあ日本人でこんなもんかなみたいな感じでそのまま残されてたりするのでなのであの無能にとっては得だったりしません えー、こんにちは三崎裕太さんが企画を募集しており応募したところ、見事落選しました、そこでどのように提案したら採用してもらえるでしょうか、えっと多分どういう企画を募集してるかも書いてない状態で、いきなりどうやったら採用してもらえるかっていうのを聞いてる時点であの、相手がどういう情報を持っていて、どういう理解をしてるかっていうのを考えることができないタイプだと思うんですよね。なので、その何か提案したとしても、多分ずれた提案をしてるので、採用されないということだと思います。青老実さんですよねはい えと、考えることが好きな大学生です。最近、脱税対策について考えてみたので、改善点抜けしとかで申しえてしてです。えー、まず、数年後に現在の支援を全て使えなくすると発表。そこから銀行から出るお金全てを新支援にする、えー。そうすれば今持っている旧支援となるものを何年でも支援するために銀行を通そうとすると思うので、そこで揮発する。えー、新支援の増刷の準備が懸念点だと思ったのですが、年数等を調整すれば可能かなと思いました。えっ、ー、と、インドがそれやりましたね。あの、高級支援を突然、あの、なんか、 えと明日から使えないとかにしたんだっけなんかそんな感じであの紙幣を使えなくして、で、あのそ一網打尽にするっていうのをやったんですけど、ただこれって別に脱税対策にはならないんですよ。あの脱税ってあの、現金で家で貯めてる人ってそんなに多くないんですよ。例えばその,あの 脱税したものが、そのなんか宝石になったりとか、そのなんかあの、じゃあ、その高級バッグになったりとかで、あの、現金でそのままタンスに詰めてますみたいな脱税って、その、あの、 なんか、ま、マルサの女みたいな多分ああいう映画のイメージだと思うんですけど、あの、全然違う形で、その、ま、金塊だったりとか、別名義の個人口座だったりとかっていうなので、あの、そもそも現金で脱税しているという考え自体が古いんじゃないかと思います。なので、あの、一部はそれで抑えられることはできるかもしれないですけど、だから役座とかは困るかもしれないですけど、脱税自体がそれで減るかっていうとあんま変わんないんじゃないかなと思います。 え田舎って世帯収入550万で、家族5人でも全然暮らせるんですが、都会ではありえませんか。えー、貯金1200万で都会では2日ですか、えー、とこれどうもから高校大学と言いますがこれからどうなるんでしょうか。あのー、東京で普通に働いてると、大体そのあの年齢給って言われるんですよね。だから30歳でいくと月給30万円で、年収360万みたいな。 なので、そうすると30歳の夫婦だったら、あの2人合わせて700万円ぐらいなんですよ。なので、その300万円、200万円だと、まあ、200万円がパートかな。で、300万円だと、ちょっと収入低い仕事かなっていう印象なんですよね。東京のそのそのあの年収レベルで考えると。あの田舎で考え、その地方で考えると別に全然あの暮らせるとは思うんですけど、なので、あの、その、 そんなにその地方だと、まあ、そう、そういうのあの、その、えっ、ー、と、年収レベルがそんなに高くない地方だと思うので、なので、あの、家借りてもそんなに高くないんじゃないかと思うので、祖母の家から出てっちゃった方がいいんじゃないかな、という点でした、えー。いくつかの前の配信でパスタの銘柄をデチェコと言いますか、デチェコじゃなくてディチェコです。あ、そうなんだ、ディチェコなんだ。えー、イタリアのパスタメーカーですね。 えー、警察官6年目の男です。警察官になると、独身は貯金額、通帳は上司に見せなければならないということが多く当たり前になっています。採用されたからずっと当たり前のような子になれていたので、収入もなかったんですが、最近すごく嫌になってきたので、上司にこうやって強制ですかと聞いたら、嫌なら警察官辞めたらと言われてとても届きました。警察官として当たり前なんだと思い続けるしかないでしょうかひろきさん、どう思いますか、えー、理由は非維持案防止だそうです。まあ、結局、あの、ヤクザから金う警察官とか多かったりするので、 あとあの、では、ギャンブルとかに狂って、どんどんお金が減っていくと、そのヤクザになんか、また金借りたいとか、なんかヤクザに貸し作ったりっていうのがあったりするので、まあ仕方ないよねっていう現実的な対策だと思います。なので、あの、法律上動向とかっていう問題ではなく、それが嫌だったら警察官辞めれば僕は正しいんじゃないかなと思います。そういうもんです。えー、独身の方が言う結婚したくないは、ほとんどの場合結婚できないが正解だと思うのですが、いかがですか賛成です。賛成というか、まあそんなもんですよね。 あの、えー、と日本人あんまり結婚しないよねっていうのはその若い人結婚しないよねっていうのが言われるんですけど確かに年収600万700万超えて20代だと大体結婚してるんですよね。そのお金を持ってると割とその結婚したがるパートナーも出たりしてで結婚してなんか子育てとかしても全然余裕があるよねっていうのは結婚するので結婚したくないは結婚できないなぜなら金がないからは結構。 多かったりしますよはい、えー。最後のご教授よろしくお願いします知り合い不動産には管理会社を fc 加盟店などから fc の本社に連絡したいと言われてます弁護士相談の約もしますねでまぁそちらの先に話を進める切れ線の,の考えをしたいただきたいと思います、えっとあの本社の方がその あのレピテーシ評価リスクを考えてちゃんと扱ってくれるのかもしくはもうやらかしちゃった以上押し通すっていう形で敵対するのかっていうのが未確定なんですよね。 その敵対するって決まったとしたら、下手に本社に相談するっていうのは、むしろミスな可能性があるんですよ。要は、あの、証拠をでっち上げたりとか、こちらが有利な証拠を作れないようにする可能性があるので、なので、その、あの、加盟店がやらかしたとして、本社が敵なのか味方なのかっていうのが、そこの判断だと思うんですよね。で、本社側はちゃんとまともな会社なのでまともに対応していると、 くれると信じるのであれば本社に連絡するのはありなんですけど、あの、ただ基本的に何かあった時、最後にはそのぐらいの額の話なので裁判になるので、そうすると本社の味方だったら裁判座対しないで安く済んでよかったよね、だし、本社が敵に回るんだとしたら、やっぱり裁判になるんだから証拠を作った方がいいよねっていう話になると思うので、なので、あの、僕だったら敵になるという前提で行動した方がいいんじゃないかなと思います。タイトル回収したまだしてないです。すみません。 え先ほどモラハラで質問させていただいたいものです。離婚へのお意味は自分が我慢すれば自分が狩ればといった類のものです。また、録音については、精神でこのに突き詰められる、逃げられるように実家に帰っていたため、録音がない状態です。これ以降は弁護士にも相談しようと思いますが、録音証拠がないと、録音は難しいでしょうか ?20 代後半、結婚から約1年、とどまりません。えっと、今から作ればいいんじゃないですか。あの、電話をしたりとか、LINE をしたりとかで、その離婚になるような条件だったり、そのなんか文句を言ってるみたいなので、どういう証拠があると、あの、離婚しやすいかっていうのもあったりするので、 そこら辺はあの弁護士さんに相談した方がいいんじゃないかなと思います。えー、21歳、地方高卒でトヨタの販売店で営業しています。えー、年収は500万ほどです。成績もそこそこ上位で新人賞を取っています。そのため、やりがいを目標を持って頑張っています。えー、トップセールスかっこ1位や店長になると年収1000万ほどです。えー、ただ、車の販売は未来性があまりないと思っています。将来性かな、えー、土日休みがな、ね、い子供ができた時に土日休みいいと、えー。そこでサイポーズなので IT 営業に行けたら行くべき。 まあ、あの、別にサイボ胞ズがいいかどうかはわからないですけど、ただ、あの、その自動車自体が売れなくなったとしても、電気自動車はそれなりに売れるよねっていうのもあったりするので、で、その、あの、まあ、その、みんながみんな軽自動車を買うという時代ではならないかもしれないですけど、日本国内でトヨタが傾くっていう可能性はほぼないと思うんですよね。トヨタが傾く頃であれば、多分サイボーズも傾いてくると思うんですよ。 なので、あの、その、本当にその、正社員でトヨタの販売店で営業しているのであれば、そこまで悪い状況ではないんじゃないかなと思うんですけども、はい。なので、あの、その、あの、販売店の系列子会社ですとかで、あの、その、契約社員ですとかであれば厳しいかもしれないですけどで、トヨタ直系であればいいんじゃないかなと思いますけども、はい。 えー、アラフォー主婦、歯科助手のパートをしています。先生が若干パワハラで辞めようか悩んでます。夫の給料で子供たちの学費は大学までなんとかなりそうですが、習い事や塾代は私が課さないと厳しいです。スキルなき、小無償で物のな者社、今後どんなパート仕事に就けばいいでしょうかえっと、歯科助手ができるんだったら他の病院に行けばいいだけじゃないですか別に、あの、その先生があのパワハラやろうっていうだけで、他の病院がみんなパワハラやろうというわけではないと思うので、他の病院に行けばいいだけだと思います。 えー、ジュンコー45歳です。上司が電話で永遠となるパワハラタイプで精神的に辛くなり、さらに上に上訴したら500人の大部署の中心から昼過ぎまで一人の公部屋に飛ばされました。発見取らイ一人で辛いです。条件お願いします。えっと、労働基準監督署に行ってください。あの、基本的にその、あの、会社ってパワハラをした上司を守る方向に行きがちなので、あの、正義が遂行されるとは思わない方がいいです。なので正義を遂行したいのであれば、労働基準監督署とか会社ではない外部の力を頼った方がいいんじゃないかなと思います。 えー、30代前半女です。伝統芸能の技術職の10年目で手取りは17万円ほどです。10年目で手取り17万。ほう、えー。仕事自体は好きなのですが、資格など持っていないため、自分自身には何ら価値もない気がしています。今後のことを考えて、業務には直接関係ない、僕はパソコンの資格を取るか、海外のイベントのために絵描きやトイックを勉強するべきかなんでいます、ま、すご意見を伺っていただけると嬉しいです。えー、っと、多分その30代前半30代で手取り17万で、今の仕事にその、 虫が効かないんだとするとかなり厳しいので、で、その伝統芸能的なやつが海外でも評価されているものであれば、それを海外に持ってくっていうコーディネーターみたいな仕事もあるかもしれないんですけど、かなりちょっと特殊な状況だと思うので、 その海外にもし行けるんだったら英会話とかの方がいいかもしれないですけど、ただその,あの技術職であれば手にその、あの要はあの手先が器用とかもあったりするので、それであれば普通にその,あの服を作る洋裁とか和裁とかそっちの方向もありかもしれないので、ちょっとその今の技術を何か使う方向で考えた方がいいんじゃないかなと思いますけども。 えー、子供に海外で深層採用を狙えるという選択肢を与えるために、どんな会で本格的に英語教育を受けさせるのがいいでしょうかインター、幼稚園に入れるか迷ってます、えっと。お金があるんだったら別にさっさと入れればいいんじゃないですかで、お金がないのであれば、下手に子供のうち、そのなんかインターに出たとしても、別にあのまともに仕事で使える英語が喋れるようにならないこともあるので、なので、それだったら普通の学校でお金貯めて、あの大学の時に海外留学とかさせた方がいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、中2です。勉強が全くできなく、運動はそこそこできるんですが、受験についてとても心配です。どうすればいいですか夢は自衛官です。結構真剣に悩んで、まあ先頭お待ちしてます。えっと、あの、体育系が得意なのであれば、体育系の推薦が取れるような方向で、その、なんか、じゃあ例えば明治大学に行きたいんだったら、その明治大学で、その、どういうあの体育系推薦があるのかっていうのを調べて、そっち側に行くっていうのもあるので、なので、推薦をもらうという方向で頑張るのはいかがでしょうか YouTube 広告の流星は仕事柄肌,肌で感じているのですが、強制視聴でない YouTube 広告をあえて見てくれる人がいることが想像できません。え僕も広告業をしていながら100%スキップします。Google スキップされない方法などの理論を提唱してビジネスを守ろうとしてるように見えます。よくさんまた視聴者の皆さんどう思いますか強制視聴でない広告を全部見ることがありますかえっと、あの、触ってないで流しっぱなし結構ありますね。でもあの、見ちゃいなくて、あの、なんか、 ウィンドウにちょっと開いてるだけとか、あと、なんか、その、なんかタブレット的なやつとかで開いてて、別に、何よはテレビとかで YouTube 見てて、で、別になんか、そのまま別の作業してますとか、素材やってますとかで、あの、見てないけど、最後まで流れてるってことあるので、そういう人は多いんじゃないかなと思いますけど。えー、現在、大学3年生、23年、卒の就活生です。私は地元の地方銀行に就職中と考えてます。そこで少し不安なことがあるのですが、銀行に就職するのは文系でも大丈夫ですかはい。 えー、それと銀行の就職に有利になるような資格の勉強のほうにやっておいたらいいことはありますかえっと、英語とかでっときゃいいんじゃないですかあの銀行ってその日本人相手の仕事がほとんどなんですけど、なんか英語ができると評価されるみたいなかっこいい文化がまだあるらしく、なのでなんかあの銀行って英語が喋れる人を取りがちなんですよね。要は国際的な業務をやらなければみたいなのって思い込んじゃってる人が多いらしく。はい え、相手側の行為でもらったものは返さなきゃいけないんでしょうか。お礼言ってないよねって見借りを求めてきます。お礼ぐらい言えばいいんじゃないですか別に口で言うだけなんで。えー、荒沢です。コロナ陰謀論は信じてませんが、ワクチンを打つのを躊躇します。えー、ひるきさん打った方がいいとおっしゃってますが、このまま打たないのもありでしょうか打たないと重症化の可能性もありますが、可反応が怖いです。えー、バカみたいな考えかもですが、お教授ください。えっと、あの、 ちょっと全く接点を持たなくてコロナに感染しないという自信があればいいんですけど、あの、な、アラッサーだったらまだ大丈夫かもしれないですけど、あの、コロナの後遺症になってると、ハゲたりとか、あとは、あの、一生運動できなくなったりっていうのがあるんですよね。あの、死ぬことはそんなにないんですけど、ただ後遺症が出て、その後遺症を一生防ぐかもしれないので、で、あの、ワクチン打ってもせいぜい熱が出て2日間大変ってぐらいで、 あの3日以上、ワクチンの副反応で困ったって話、あんま聞いたことがないので、2、3日、なんか熱が出るぐらいだったら、そっちの方がリスクとしては僕は低いと思いますけどね。そのあの肺が繊維化してしまって、なんか階段登るだけで息が切れますみたいなので、一生暮らしますってなると、なかなかきついと思うんですよね。 性経験は浅いですが、お互いの泥酔状態で性行為をしてしまい、いろいろな不手際を思い出して妊娠させないか不安です。コンドームの裏表を一瞬間違えたり、酔いで立ち直りま挿入行った後も中で動かしたりなど、当時は電気が消えていたので、状況もよくわからだ冷めたコンドームの中身が繋がったのもこのなころです。アフターピラー需要入手をできず、その3日間経過、彼女に不安を伝えてませんが、心配しない様子考えすぎでしょうか彼女に伝えたら確認すべくかも悩んでます。 もう別に確認のしようがないと思うので、妊娠検査薬でも送ればいいんじゃないですか。今更もうできることないと思うので、なんでもう結果は確定しているので、あとその結果をどう知るかというだけで、不安を伝えたとしても、それがなんか何かその解決するわけではないので、ご自身で飲み込んでください。高卒、えー、リターです。1回目出勤したバイトの店長や店の雰囲気合わず次のシフトに痛くないとき店長さんに伝え飛ぶのは大丈夫でしょうか。はい、さっさと飛んじゃってください。 えー、趣味内容と用紙の関係性あるのでしょうか先日はキャバレーの時、いわゆるオタクの人を観察していたいんですが、平均して用紙に気を使ってない人が多いように感じました。どうしてイケメンのオタクは少ないのでしょうか えっと、イケメンだと、あの、割と異性のその知り合いができたりして、そのアニメとかよりもっと楽しいこと、要はあの異性とイチャイチャしてること楽しいよね、みたいな方に行くんですけど、残念ながら容姿で恵まれてない人はそういう異性とイチャイチャ、すいません、あの、上の部屋が工事をしてるのでノイズが入ります。はい。なのでそのイチャイチャをするという別のその楽しみが得られなかったので、そのアニメの方に行ってしまうっていうのがあったりします。はい。 なので、あの、容姿に恵まれてない人が、その二次元の方向に行くっていうのは仕方ないんじゃないかなと思いますけど。えー、二人免許の件、ご回答ありがとうございました。以前脳梗塞で会社に労災じゃないと騙されてるものです。アドバイス通り、限界まで休みを延ばしてるので、参考にさせている免許取得の方を検討します。はい。年末からずっと工事をしてるんですけど、上が、まだたまに工事をしています。 えー、あえて前情報を課かずに読んでいただき、ありがとうと書いてあげ、30代ということも祖母の相談をした方も多いでいらっしゃいました、ね。やっぱりノートもそうとなりましょうか。えー、最後の質問ですが、子供が学力的に明るいかに難しい公立高校の一般入試に挑もうとしているときは何て言えばいいでしょうかえっ、ー、と、あの、私立の滑り止めも受ければいいんじゃないですか あの難しくて行きたいところに行こうと思うと割と頑張って勉強するので結果として頑張って勉強する経験が得られたりするんですよね。あとどうやったら自分の成績が上がるだろうみたいな。なのであの自分から勉強するモチベーションが持てるっていうのは今後の人生でよいことなのでちゃんと応援してあげた方がいいんじゃないかなと思います。 明日から高校が始まるんですが宿題が何一つ終わってません。えー、シ白フでは勉強できないので、加藤淳一さんの雑談を聞きながら宿題をしてましたが、放送が面白くて集中できませんでした。先生にどう言い訳すればいいでしょうか怒られたくないので失踪も困っています。まだ23時なので、えっ、ー、と、9時から始まるんだとしたら8時間とか、多分、あの、移動時間も含めてあると思うので、あの、どうでもいいおっさんの生放送とか聞かないでさっさと宿題やればいいんじゃないかなと思います。 えー、ひろゆきさんはスパチャで月いくら儲かってるんですかなんかあのまとめて金額書いてる人がいるのでなんかコメント欄とか見るとあの今,月今回いくらみたいなのが書かれたりしますよなのであのこれの動画が終わった後にあのコメント欄を見てみるといいんじゃないでしょうか、えー、テスラとか最近の EV は停電時に家に給電できるとか結構多いにしてますが停電続いて使い切ったらただの漬物石になるんじゃないかと購入を中止しています何かいい対策あるでしょうかありません 要はあのテスラは電池をいっぱい売りたい会社なのでなので電池を売るための理由として停電とかを持ってきてるだけで別にあの自動車のテスラを持ってないんだったら無理して買う必要ないと思います。 30代大手銀行本部勤め、月の手取り35万円です。最近 VTuber にあまり先の見通しが暗い金融業界から転職し、VTuber 業界で営業やりた考えています。顧客として VTuber と接するのと実際のあたってみとは違うのは理解しておりますが、業界の将来性の観点からとどまるべきか、転職すべきかアドバイスいただけると幸いです。えっと、いろんな理由をつけているけど、VTuber 好きだからそれ関連の仕事がしたいっていう、あのなんかアイドル好きだからアイドル業界に行きたいとかっていう、あのただのミーハーのだけだと思うので、行きたきゃけばいいと思います。ただ将来性ほぼないと思った方がいいと思います。 はい、<laughs> あの結局そんなに食えないんですよねあのえっ、ー、となんだっけ生出演した春の愛さんだっけあのいう四天王のうちの一人だった VTuber の人あの会社が確かなんか潰れただかなんだか。 でなんか揉めて、その中の人が出てきちゃったりとか、分裂したりとかで、あの、儲かってたらそんなことにならないんですけど、秋篠愛さん、それ。うん。た結局、あの、大して儲かんないんですよね。で、思ったより金かかるんですよね。 要はあの、昔はその VTuber って目新しいから、それなりに CM 案件とか広告案件とか来たんですけど、もう最近そんなになくて、なのでいかにスパチャを絞り取るかっていう、あの、要はその、限られた VTuber 好きな人たちから、スパチャを絞り取るビジネスっていう、あの、要は地下アイドルっていうアイドル業界があって、でもその限られた地下アイドルファンの中から、いかにこう集金を取って、あの、なんか、あの、こう適大をもらうか、みたいな感じで、その少数の人からいかに絞り取るかっていうビジネスをやってるので、 ななななので構ととしててはは将来性はほぼいいんじゃないかなと思ってますあの一応業界としては残り続けるんですけどめっちゃ儲かるってことはなくひたすらのの VTuber を育ててはこう廃れていってっていうのを繰り返すっていうあのなんだっけなんか2億円ぐらいあのいうあのなんかその,あの投げ銭をもらえていた VTuber の人もなんか内部で揉めてやめちゃうみたいのがあったりして結局その,あの揉め事多いんですよね要はそのあのお止まった <laughs> えとこれが僕の側の問題だけで流れてるのか、あの、ブラウザの問題なのか分からないんですけど、たまにその、あの、こっち側の放送の開始が来なくなることあるんですよね。止まってない。あ、いっちゃってますあ、じゃあ、これ、僕のブラウザの調子が悪くないですねあの。メモリー不足のためにこのページを開くことができませんっていうあのに、たまになるんですよね、僕の、あの、Windows の Edge というブラウザが。 まあ、というわけで、VTuber が結局そのあの、それなりに売り上げが上がっていても、本人の方には実はそんなにお金がいかないとか、権利問題で会社と揉めて、嫌気がさせてやめちゃうみたいなのがあったりするので、本当にめちゃくちゃ儲かってるとしたら、金の力で解決するんですよ。でも、実はめちゃくちゃ儲かってるわけではないので、結果としてその中の人と会社が揉めるみたいなのがあるので、やっぱりなかなか VTuber 業界表で見えてるよりも、中は厳しいんじゃないかなという気がします。 えー、フードテリパリーやってて人生で一番やりがいを感じています低賃金ですが貯金は増えています年中代後半なので転職ラッシュチャンスだと思いますが転職すべきでしょうか副業を伸ばすべきでしょうかえっとまあ,あの自分がそれが好きだったらもうそれでやり続ければいいんじゃないですかでちゃんと貯金していれば別に逃げ切れると思うのでなのであの貯金のする癖だけはなくさないようにしていただければいいんじゃないかなと思います え,えっとお、20歳女、商業高校卒業2年働きましたが、なんとなくで決めた職場で嫌な人が特にいるわけではないのですが、中祝日出勤だったり、繁忙期には土曜日出勤だったりするのでやめたいなと思っています。友達から塾でバイトをしていて、接車員を探しているらしく、友達の状害だと面接だけでいけるみたいなんですが、週3休みの2時から出勤、給料も今と変わらず、良い条件なんですが、地元の小裁塾なので、天然まで働けるか分かりません。ヘルクさんならどうしますか、さっさと転職するんじゃないですか。 あの定年まで働ける会社を探す方が難しいと思うんですよね。多分あの東芝っていう会社で今働いている20代の人も定年まで居続ける人って半分いないと思うんですよね。多分半分以上の人転職するのとひょっとしたらその40年後は東芝ないかもしれないですよ。なのであの定年まで働けるというのをその選択肢に入れること自体が間違いだと思います。はい、どんな仕事でもそのなんか30年後とか40年後どうなるかわかんない状況なので。 なので、あの、今の自分にとっていい条件だったら、さっさと転職しちゃえばいいんじゃないかなと思います。というわけで、えっ、ー、と、タイトル回収をしますけど、あの、一人っ子男性の3割を家計断絶っていうタイトルにしたんですけど、あの、このまんまです。<laughs> あの、えっ、ー、と、えー、まあ、その、一人っ子のうちの34%が、あの、50歳まで未婚らしいんですよ。 あの、その兄弟がいたりとか姉妹がいたりすると割とあの結婚率って上がるんですけど、一人っ子男性の独身率34%とかめっちゃ高いんですよ。で、あの50歳まで未婚の人のえっ、ー、と98%ぐらいは一生独身なんですよ。 なので、あの、基本的にはその一人っ子って3割ぐらいは、あの、結婚できないまま、あの、死んでいくんですよね。で、一人っ子なので DNA としては断絶しますと。で、なんでっていうのなんですけど、多分あの、コミュニケーション苦手というか、あの、生まれつきコミュニケーションをしてこないまま大人になっちゃう割合が高いんだと思うんですよね。兄弟姉妹とかがいると、あの、同い年ぐらい、まあ、年に3個離れたりとかである程度やり取りをするんですけど、その、 同い年ぐらいの人とやり取りをしないままでも、まあ親が、まあ、一人っ子だから可愛がってくれて、なんかそのままなんか自分はなんかあの優秀なんだと思い込んだまま、で、仕事に行って、で、まあ仕事はできると。ただその同い年ぐらいの人と対等に付き合うっていうことができないまま、なんとなく年取ってしまって、で、コミュニケーション量が低いなまま、なぜかそのずっと一人暮らしをして気がついたら50歳っていうので、もうあの DNA 断絶っていう。で、っていうパターンと、あと、あの、 えーとね、年収300万円以下の家庭の7割が一人っ子なんですよ要はそのあの500万ぐらいに行くとあの子供2人家庭が増えるんですけど結局その親がお金がないとそんなに子供を育てられないよねっていうのがあってなのであの親の年収が低いと一人っ子に対する確率が高いんですよ。 であの残念ながら親の年収が高くないと子どもの学歴が低くなることが多くてで子どもの学歴が低いと子供は年収もそんなに高くないので結婚することができずそのまま年を取って50歳で独身で DNA 断絶っていうのがのでだかんだ言ってそのあの弱肉強食では今の人類なくなったはずなんですけど。 結果として、その、あの、経済的弱者って DNA を残せないという形で、その、あの、要はあの、弱者として、その、断絶していくんですよね。あの、生き物って自分の DNA をいかに広めていくかっていうために生きているという構造になってるらしいんですよ。 ま、あの、DNA がうまく広まるために、その、あの、生き物というのは、その、なんか DNA に動かされてるっていう、あの、なんか生物乗り物説っていうのがあるんですけど、ま、そん、ま、それが正しいのかどうか置いといて、ただ残念ながら、その弱肉強食でやや弱いものは食われるっていう動物のその自然等だとは別に、経済的弱者は子供を産めないという形で、結果としてその DNA を広めないで断絶していくっていうのが、今の時代は割と行われているので、なので結果として経済的にある程度、 強い人たちっていうのが子供を産みその子供が DNA をそのなんかまた孫を作って育ってっていうのでつながっていくんですけどあの子供も宮おじさんや子供も宮おじさんや無職やニートの,あの今この時間にこうなんかどうでもよい,いビールを飲んでるおっさんの生放送を見てるような人たちっていうのは基本的にはあの断絶していきますと。 で人類ってその10万年ぐらいの歴史があると言われてるんですけど、その10万年間、いろんなその両親がいて、先祖がいて、そのこう一生懸命、あなたっていう命を作るために、連綿とこう家計っていうのが生きたんですけど、でも残念ながらこう一人っ子であの子供やおじさんであるあなたは、そのまま DNA を断絶させます。なので、10万年間こう培ってきたその歴史というのを断絶させるのはあなたの責任ですっていうのがね、あの事実としてはあるんですけど。はい まあ、笑いながら言うことではないのかもしれないですけど、現実としてはそういうことなんですよ。はい、なので、なんかあの、弱肉強食っていうのがなくなったとしても、結局、淘汰っていうのはちゃんと行われるんだなっていうのが、なんかあの、生き物って面白いなと思ってます。はいだ、別にそのあの、経済的に豊かでなかったとしても、俺、金ないけど全然付き合いますっていうので、子供をバンバン作るっていうのも、可能っちゃ可能なんですよ。でも、なんか、割とそれをやらないで、断絶させる人が結構多いっていうのが。 なんか、なかなか生物って面白いなと思います、ね、えー、もうあんまり見てないかもですが、前期のアニメで面白いものありましたかちなみに私は以前やってたイカ娘が好きでした。えっと、なんか、あの、日本のテレビを見ないので何のアニメやってるかわかんないですよねで。ネットフリックスとかの映画ばっかり見てるので、なのでちょっとアニメは最近見てないので、むしろ面白いアニメがあったら教えてほしいぐらいです。はい というわけで、そろそろ終わります。えー、こんばんは、おそらく、精神的理由で会社休んでいた先輩が、下復帰します。えー、原因は業務方だと推測されますが、その要因に、私が昨年、体調不良に2ヶ月ほど休業したことが絡んでおり、そのせいで折り合いが悪くなって、あまり会話をしなくなりました。どう接すればいいでしょうか気が向いたらご回答ください。別に、あの、無理して絡まなくてもいいんじゃないですかなんか、その、要は、その、相手の人が、お前のせいだって思ってるんだとすると、その、絡み方によっては、なんか、 余計にややこしいことになるかもしれないので、なんか、その、無理して絡んでいかなくてもいいんじゃないかなと思いますけど。まあ、本当にあなたが原因かもしれないし、そうじゃないかもしれないので、でそこをなんか突き詰めても、多分答え出ないと思うんですよね。要は、その、本当にそうなのか、そう思い込みたいのかって分からないじゃないですか、真実は。神ではないので。なので、あの、下手に深入りしない方がいいんじゃないかなと思いますけど。 はじめまして、20代後半の男、首都圏大手鉄道会社で、保線業務をておに年収500万ほどいただいております。将来独立したいと考えているんですが、保線業務で独立的なイメージができません。えー、質問ですが、このまま保線業務を継続して知識、スキルを貯めるか、IT の勉強した場合を広げるか、どちらの方が将来性あるでしょうか。保線業界の将来性についてご存知の答えでも教えてくれると幸いです。えっと、首都圏大手鉄道会社であれば、食いっぱぐれることはないと思います。あの、JR 北海道とかであれば、もうあの、廃線になりますってなると思うんですけど、首都圏で廃線になることはないと思うので、 なんであので、給料が上がって、すげえ幸せですっていうのは厳しいと思いますけど、さすがに食いっぱぐれることはないんじゃないかなと思います。あの電車に乗る人は減りますけど、その貨物だったりも含めて、電車がなくなることはないと思うので、首都圏は。 え人工受精で授かった子供が一人いて、僕は二人目が欲しいんですが、奥さんは子育ても妊娠も疲れるから、二人目はもう絶対いらないと首を立てない。太めません。もともと高齢で、こんながねにくい体質で、奥さんも四十歳を超えて、夜のと応も物交渉。ですが、どうしたらいいでしょうか？可能性が高いのは、三ヶ月の人工受精をトライする方法ですが、その説得術は他の方法があれば教えてください。一、えっと、人目の子育てで奥さんが疲れているので、奥さんに一切子育てをさせない一年というのになってみてください。 要はその子育て全く不安負担にならないよ。なぜなら俺が子育てするからっていうので、1年間それを立証したら、あじゃあまあ別にもう一人作っても子育ての負担ないよねってなると思うので、ご自身でできることで子育て自分一人でやってみるっていうのを試してみてください、えー。岡山の国道2号線に足を痛めた豚がいて渋滞が発生したというヤフーニュースのコメ欄が封鎖されていました。豚に対してどのような誹謗中傷があったと思いますかさっさと食えじゃないですか。怪物事変。 あ、アニメですかおすすめのやつですかあ、ちょっとじゃあ、曲がったらググってみます。えーうん、来年度から厚労省所管の職業能力開発短期大学校へ入学します。4年生大学へ3年次から編入する内容はどの程度ですかまた親戚が多く、魅力が多いため東京都区分に住みたいんですが、小さな会社に就職するとお金に困りそうですかえっと、それ、就職すれば別にあのどこでも暮らせますよ、東京。あの就職するとそれなりに最低賃金以上の給料をもらえるので、 なので、あの、さっさとそ、あの、卒業して、普通に働けばいいんじゃないかなと思います。えー、荒沢の薬剤師です。どうもこの仕事に向いてると思わず、デスクワークとかの方が向いてると感じます。大学で入る学部を間違えたと感じています。この先どうすればよろしいと思いますか一回試してみればいいんじゃないですか薬剤師の資格があれば、別にあの、なんか松松教師とかいくらでも戻れると思うので、なんと一回デスクワークの仕事してみて、向いてるかどうか確認してみるといいんじゃないかなと思います。 というわけで、えっ、ー、と、終わりにします。えー、高校サッカーでも当たってもないのに痛がってる高校生を見たら残念なお気持ちになり、どうも好きになれません。どう思いますかあれですよね。あの、シミュレーションと言われるサッカーで、その、あの、反則をしたというのを、その、強調するために演技をするという行為っていうのが、プロとか、まあ、その、ワールドカップとかでもたまにやれるんですけど、いやー、あれはもう、禁止にした方がいいと思うんですよね。その、あの、まあ、 審判騙してでも自分のチームが有利になった方がいいよねっていうのはあの表向きはそうなんですけどそれを見た子どもたちとかそれを見た人たちがチーム勝ったからいいじゃんって思うのかいやそれってよくないよねっていう風に感じるのかっていうのでで長期的にはそれってよくないよねって感じることの方が多分あの要はブランド価値的にも。 得すると思うんですよ、ね、要はその,あの勝ちはどんな卑怯なことをしてもいいんだっていうのって、まあ、例えばその,あの格闘技とかでも最近その某 YouTuber の人がそのなんか一戦目はちょっと収めに行こうぜみたいなことを嘘ついていきなり本気でかかって勝ったみたいなのがあったんですけどでも、まあ、あれって試合勝ったんだからいいじゃんっていう考え方もあると思うんですけどでもその試合に1個勝つことと。 その人が長期的にどうファンを作って、その、なんか、自分がビジネス的に得をするかっていうのを考えると、結果としてあれ、損してると思うんですよね。なんか、要は、勝ったからいいじゃん。だから、この YouTuber すごいよねって言ってる人たちがいれば、多分彼、今どき、今頃ユ YouTube で言い訳とかしてないと思うんですよ。でも、僕まだ見てないんですけど、なんか、たまらんネットニュースで見たんですけど、なんか、その、一生懸命言い訳を YouTube の動画でしてるらしいんですよね。 なので、それって結局、勝ったはいいけど、やっちゃいけないことをやったよねっていうことだと思うので、なので、のの3年後に死ぬんだったら、もう勝ちました、イエーイで逃げ切ってもいいと思うんですけど、じゃあ、サッカー選手とかで、サッカーができない年齢になった後も、じゃあ、その後そのタレントさんだったり、じゃあ、インフルエンサーだったりとか、じゃあ、その会社経営者だったりとかって、いろんな形で人生って続くと思うんですよ。 例えばその中田さんっていうサッカー選手の人が、なんか党派の役員やったりみたいな形で、全然サッカーではないところでも活躍したりするんですよね。で、まあ、あの指導者としてやってるイチローさんみたいな人もいるので、なので、なんか、長い人生でいけば、そこの教育的な間違ったことをしないという方が僕は正しいんじゃないかなと思いますけど、バイオレット・エヴァーガーデン面白いですよ、全部見ました。共案にですよね。 爆弾、えー、という VTuber グループを応援しているのですが、毎回難癖をつける熱心なアンチ奏がいるのですが、嫌いな VTuber を毎日追いかけるアンチってどんな心理だと思いますかあの多分気になっちゃってるのが、商売敵だと思うのであの、さっさとブロックすればいいんじゃないかなと思います、ねえー。最近のものではないですが、シュタインズゲート一気は神でした。あとガルパンはいいぞ。シュタインズゲートも見ちゃいました。すみません。ガジェット通信研究所っていうところが出てきますよね。あれ違った。ガジェット通信じゃないや未来ガジェット研究所か。秋葉原である。はい。 え高校サッカー、これ読んでですね、すみません。というわけで、えー、とビジネスパートナーに求める資質は人柄にはどのようなものを求めますでしょうかご経験からのコメントをお願いできればと思います。嘘をつかない。あと、金持ち。<laughs> あの、金持ちで嘘つかない人と仕事をしてれば、そんなに失敗しないですよ。はい。要は、あの、事業ってお金がなくなると倒産するんですけど、 金持ちだとお金持ってるから倒産しないじゃないですか。で、あの、嘘つくやつだと後で揉めるんですけど、嘘つかなければ基本的に揉め事の種って、その、正直にやってれば出ないんですよ。だから事業がうまくいかないは仕方ないよねと。ただ、その、事業がうまくいかないこととは別に、その、嘘ついたとか信用できないってなると、いくら儲かっててもその事業を続けることができなくなるんですよ。なので、正直な人であれば、その事業を続けるのってその、その事業を続けることができないような。 トまあお金がなくなるっていうのでだいぶ倒産なるんですけどお金持ちで嘘つかないだとどっちの条件もあの要はその金があるから潰れないとでその嘘をついたから揉めるっていうことも起きないっていうのがあるのでなんであの金持ちの正直な人っていうのがあのビジネスパートナーとしては重要なんじゃないかなと思いますけど、えー、昔から一人行動が好きでひげおやじさん嘘つきますよ。 えー、昔から一人行動が好きで映画館へ旅行に行くときは今日も一人です。二人で出かけるぐらい仲いい友達は数えるほどしかいません。他人と一緒に行動することが面倒だと考えてしまいます。こういうそう思っていることに特々不安を感じてしまう,とうのは一人が好きな人の特徴はデメリ見ると教えてください。と僕も一人行動が好きなのであの、家でゴロゴロして映画とかゲームとかやってるのが好きなので、別に他人と絡みたいと思わないですね。はい。 なので特に困ってないんですけどこれをなんかそのメリットやデメリットを教えてくださいって言ってる時点で本当は人と一緒になんか何かしたいんだと思うんですよね。なので人と一緒に何かしたいけど友達がいないっていうのでなんか一人行動が好きって自分で思い込みたがってる気がするのであの最初から友達付き合い好きですって認めて友達増やした方がいいんじゃないですか えー、50代公立公立小学校教員です。ひろゆきさんが考える公立小学校教員の出すべき成果とは何ですか自分に自信を持てるようにすることじゃないですか子どもが。どんなに無能な子でも。なんか俺すげえって思ってると,、まああのえー、と4月生まれの人にプロ,やそのプロスポーツ選手が多いっていうのが日本の傾向としてあって。 でなぜ4月生まれの人にプロスポーツ選手が多いかっていうとあの3月に生まれた子って4月で生まれた子ってじゃあその、えー、と3月に生まれた子と比べると11ヶ月多く成長してるんですよね。で小学6年生とかだと、まあ、たった6年しかないので11ヶ月の差っていうのはものすごい成長の差になるんですよ。 なので、あの4月生まれの子ってなんか運動やると俺得意、足速いしみたいなで、勉強とかも得意なんですよ、だって11ヶ月分早く住んでるからね、でもあのそれって20歳とかになると、もうその,あの要は20分の1の期間なので、大した差ではないので、その努力だったり、才能だったり、能力だったり、DNA の差っていうのがあるんですけど、小学生ぐらいって、単純に4月に生まれてるだけで、なんか俺優秀って思い込んで、俺優秀だから野球やるわ。 で野球やってみると全然できるからじゃあ俺野球で食っていくわみたいなので思い込んだ結果努力してなんだかんだ言ってうまくいくっていうのがあるんですよ。 なので、本当は能力が低かったとしても、自分が優秀だと思い込むことで努力して、結果として本当に優秀になっちゃうっていうのがあるので、なので、あの、子供にはいかに自信を持たせるかっていうのは、小学校の時にやった方がいいんじゃないかなと思います。中学、高校だと、本当に実力がないとなかなかできないんですけど、小学校くらいだと、なんかその、たまたま4月生まれっていうだけで、あ、俺勉強得意なんじゃねとか、あ、俺英語得意なんじゃねとか思い込んで、結果として努力でき、その、好きだから、得意だから努力するっていうので伸びるっていうのもあるので。 なので、一生懸命自信を与えるといいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、SNS でお金配りをしている人を見かけることがあるんですが、もし反社会勢力の関係者に当たったら、そのお金ってそっちに流れるんですよね。そういうのって暴力団の資金源になったと判定されたりしないでしょうかするんじゃないですかだから、お金配りしている人って僕、基本的にバカだと思ってます。 復職専門学生です衣装デザイナーを目指し早まって大学を2年次に中退し今の学校に入学したのですが知り合いにもったいないことしたよね復食系は低賃金で将来性ないよと言われ私は本当に馬鹿な選択をしてしまったんだけど毎日考えるようになり将来の不安から最近うつ病発症してしまいましたえ強い意志を持って大学を辞めたのに揺られている自分が憎くてつらいです復職で食べていくにはどうすればいいでしょうかえっと復職で食べていくために自分の技術を磨いてください 例えばそのじゃあパターンナーになるんだったらいろんなパターン弾いてどんなパターンでもなんか作れるようになるとかじゃあ縫製でいくんだったらものすごく細かい縫製も自分でできるようになるとか何か刺繍やってみるとかちゃんと手に職をつけてくださいきちんと手に職をつけてスキルをつけてで世の中に人はみんな服を着ていますなのであの服が全く売れなくなることはないんですよ どんな状況でも、その、服は買うんですけど、ただ、それがバングラディ主シュ人が作った方が安いから買うよねっていう人もいれば、じゃあ、その、フランスの高級ブランドで、めちゃめちゃその、高級取りをやってる人たちが、あの、手に職をつけて、職人さんが作っているような服を、なんか、あの、30万円かけて買いたいですっていう人もいるし、服食っていろんな仕事があるんですよ。なので、自分のスキルっていうのをちゃんと身につけて、その、高級の方に行くか、もしくはその、バングラディ主シュ人を安くこき使うっていう方に行くのがもいいんですけど、とりあえず、あの、服を作るという仕事は世界中どこかで必ずあるので、なので、あの、自分にちゃんとスキルを 磨いていれば不安になることはないので、何にもしない状態だから不安なので、ちゃんと自分にスキルをつけるっていう方向にあの努力をすればいいんじゃないかなと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。そのお金配りって僕さっきディスったんですけど、あの物配るのは全然いいと思うんですよ。かそのなあのなんか。じゃあその子供がスイッチ欲しいです。じゃあスイッチあげます。子供喜ぶいいじゃないですか。で、お金配るとかって、あのいくらでも嘘つけるんですよね。 で、あの、お金渡しちゃいけない人にもお金渡せちゃうんですよ。要はその、ヤクザとかってお金渡しちゃいけないですか。で、今はやってないと思うんですけど、昔個人口座から送ってたっぽいんですよね。某お金配りの人って。で、それって、その個人口座から暴力団員にお金が渡ったっていう証拠ができちゃうと、あの、会社取引とかの時に、めっちゃトラブルになる可能性があるんですよね。 なので、そういうリスクを感じないのと、あと結局、どんな人が本当にお金もらってるのか分かんないっていうので、要は勝手に思い込んで、なんか、こういう人なんだろうっていうので、みんないくらでもつをつけるんですよ。 ではあのなんか適当にじゃあそのなんかあのじゃあなんか子どもの夢のためにこんなことやってますっていう適当な嘘書いてでなんかそれでこうなんかあのなんか DM 送ったらじゃあ100万円みたいなっていう感じでなんかいくらでも嘘をつけるのにお金を渡しちゃうっていうのって嘘つきが得をする社会を作っちゃうと思うのでなのであんまりよろしくないと思うんですよね。 でなんか本当に授業やってますっていう人に、じゃあ投資をしますとか、じゃあ本当にじゃあその子供のためになんかおもちゃ配ってますだったら、じゃあおもちゃあげればいいじゃんと。で、その嘘ついておもちゃもらってもしょうがないじゃないですか。っていうのがあるので、なので、なんかあんまりこう効率的ではないんじゃないかなと思ってますけど、はい。えー、パワハラでうつ病が悪化したためには、し休むための診断書を会社に提出しようと思うんですが、原本を渡すべきでしょうか弁護士にも相談を考えているので、会社にコピーを渡すのは効力がもらってしまうんでしょうか、えー、とコピーでいいと思います。 要はその、熱そうでしょって言われたら、なんかあの、あ、原本なくしちゃいました、すみませんとか適当に言えばいいじゃないですか。要は写真で撮った写真だけ送っといて。えー、元妻から子供を出しにお金を無心してきます。どうしたらいいでしょうか養育費は払った方がいいですよ。えー、第二種電気工事士持ちのものです。転職して年収アップを狙ってるんですが、第一種電気工事士とトイック700点のスキルセットは社会的に重要がありそうでしょうかあんまりないと思います。<laughs> あの、電気工事に英語そんなに必要ないと思うので。 えー、ひろきさんの周りでその中でな形でが進めれる方いらっしゃいますかえっと、いないですけど、ただ、あの、外国で電気工事をしたいのであれば、転職はしやすいと思います。なので、あの、英語圏に住みたいのであれば、ありだと思いますけど、えー。50代男性です。特別養護老人ホームで介護士をしています。給料は高くないですが、安定した業界だと思っています。中長期的に介護業界はどうなっていくと思われますか一度、岸田首相が給料を上げるって言ってるんですけども、基本的にはその、税金で、あの、その、 ひたすら回していく仕事で、売り上げがあって利益が上がるという業界ではないんですよね。要は、介護超儲かり回すってなると、多分介護費用下げていくと思うんですよ。要は結局その税金で何とかやってる業界なので、なので、長期的に儲かることはないって分かってる業界なので、僕は知り合いが介護業界行くと言ったら止めますね。要は辛くなる一方なので。えー、ひろゆきさんに講演をお願いした場合、どこに連絡すればいいでしょうかなんかガジェット通信宛にちょこちょこ来ることがあります。はい えー、ダイエットがうまくいきません。趣味は続くのに毎回3日坊臓になってしまいます。一つのことを続けるアドバイスをお願いします。向いてないんじゃないですか僕もあの同じこと続けられないしやりたいと思ったことできないので、もう性格的に向いてないと思ったら諦なてますか。あのなんか公演の話をちょこちょこいただくんですけど、そのなんとなく乗り気になれないのが、同じ話をし続けなければいけないことなんですよね。 あの、ここで講演会をしましたで、なんか、こう、聞かれたこと、ま、例えば僕、YouTube でも聞かれるようなこと、講演会でもやっぱり聞かれるんですよ。で、なんか、この話、いろんなとこでしてんなっていうのをずっとやり続けることになんか不毛な感じがしてて、 なので、あの、その、なんか、講演会やるんだけど、YouTube でも流してよいですとかであれば、多分もう同じこと聞かれないし、で、そのなんか、講演会のその人数よりも、多分 YouTube 側で見る人数のが多いので、結果的にその同じことを話さなくて済むっていう、その、なんか効率の良さを感じるんですけど、でもなんか、講演会ってなんか、閉じたところでやりがちなんですよね。なんか、ズームでやりましょう、見るのは50人ですみたいな、え、それ YouTube ライブにしたらもっと増えるんじゃないとか思うんですけど、 というのがあってなんかあんまり講演会が乗り気ではないっていうのはそんな理由もあったりします。すみません。えー、未就学2児の父です。先日妻の不定を探偵に証明を迎えましたが、妻が相手に未,未婚と偽ってアプローチしており、相手も SNS で性を売りに募集するような方でした。子供のことを考えて離婚は避けたようですが、最近は子供を放置してその人の SNS をずっとかけています、えー。近々証拠を突きつけて話し合いする予定です。合意書で和解できればいいですが、逆上で離婚になった場合、親権は妻になる恐れります。 えー、かっこ育児自体してるため、親権を守るため何か対策はありますか？えっともう今の時点で弁護士さんに相談した方がいいと思うんですよね。で、要はその不貞等その経済的な形で、そのあの要はあの仕事不能っていうところで、この人1人は育てられないよね。とか、あのなんかメンタル的に安定してません。とか、何かを作らないと多分ほぼ親権奥さんになると思います。 なので、あのもうその離婚する前提でどうやったら親権が来るのかっていうところで、弁護士さんに相談して証拠をでっち上げるぐらいしないと、ほぼ奥さんに親権いくと思います、かなり難しいと思います、日本の場合は。 えー、ポピレーションピラミッドというサイトを見ると北米、オーストラリア、ニュージーランド、北ヨーロッパに、西ヨーロッパの日本より豊かな国は人口が2050年以降も増加していくらしく人口ピラミッドも安定しています。日本や韓国、東ロシアなどは人口が大幅に減少していくらしいです。やはり日本は衰退していくのでしょうかはい。すでに毎年40万人ぐらい日本人やってますからね。あちなみにあの、えー、と推奨できる方法ではないんですけどあの子供を連れて。 さっさと引っ越してしまって、母親が連絡取れないようにするっていうのを一年とか続けると、親権は父親側に来る可能性が高いです。その子供が一年間、その父と子で生活していて、学校もあってという状況で安定しているので、これを変える必要ないよねっていう形で、裁判所がその父親側に親権を認定する場合があるので、なので、連れ去っちゃうっていうのが、割と日本では正解であることが多いみたいですよ。 えー、母子家庭で育児、えー、とん自動車メーカー、息子が独学で宮廷大を出て、愛知の某大手自動車メーカーの本社に勤めてますが、年収エリうになってから、上れて人を見下すようになってしまいました。えー、私が注意しても気に持ちません。人の心を持たなくなった息子に今後、どのように親として対応したらよいでしょうか、まあ、しょうがないんじゃないですか あのなんかその母子家庭なので、多分母親がいろいろ言ったことをやっていくのが当たり前だよねっていう形で、多分あの今まではその母と子っていう立場だと思うんですけど、まあ、それなりにいいメーカーに入って独立したので、別にもう母親の言うことなんか、いちいち聞かなくていいぜってなったと思うので、なんかそれは大成功だと思うんですよね。母子家庭ででちちゃんとその独学できちんとと独学き育てて トヨタまで入ったんだったら、それは誇れることだと思うので、なので、良かったねって話だと思うんですよ。で、なので、あの反発したとしても、ちゃんといいお子さんを育てたっていうので、あの、安心して天国に旅立っていけばいいんじゃないでしょうか。あいくつかわかんないですけど、はい、<laughs> まだ若いんだったら人生長いんで、あの趣味とかで楽しめばいいんじゃないかなと思います。はい えー、財務室稽会社で仕事をせずに副業で本業収入の3倍近い稼ぎを、えー、六本木のマンションを買ってるような方が20代でいます。大手企業で全く働かない若者の、若い人を増やしてほしいです。どういうことまあ別に、あの、なんか給料が高ければマンションぐらい買えるよねって話で、ただ働いてるから給料もらえるんじゃないのかな。 えー、バブル期で感覚が停止し武勇伝を繰り返し協調性が全くなく誰にも同じ武勇伝を繰り返す自分が中心でないと我慢できない悪の強い50代後半6自の友人の最近の悪の強さが日に日に増しイライラするともに痛々痛しくて見ていられません趣味仲間飲み仲間として15年来の付き合いがあり住み合いも使いためフェードアウトするも不自然なのできませんそういうタイプを受け流す方法付き合い方ありますかえっとなんかあの彼氏ができたとかなんかあの別の理由でっち上げちゃってください で、あの、忙しくてそんなに時間が取れなくて会えないみたいな感じで、その別の理由のために会えませんっていう感じで、会えない理由をでっち上げた方がいいんじゃないかなと思います。えー、日本人のとある諸都市から月々お金をもらいながら利学生をしているものです。小学期をもらう代わりに卒業後9年間勤務することで、返還免除になる制度で、自治以来ですか えー、利息をつける金額を返せばその義務がなくなります自分は将来海外に行きたいんですが今は奨学金なしでは生活できずかといって将来利息をつけて返すのも県の担当者には生涯するつもりでと言われています医学生の超和分について医療機関どのようにお考えですかまあしょうがないんじゃないですか自治時代に大っはお金がないのでただこの HUF っていう通貨はどこの国の通貨なんだろう えー、36歳、2児のパパ、一人っ子、製薬会社勤務、年収800万です。こんあただ、自治体の借金ぶっちぎるっていうのも不可能ではないで日本だと難しいんですけどあの、海外で働くんだったらぶっちぎれますけどね。はい えー、36歳、二児のパパ、一人っ子、製薬会社勤務、年収800万です。コミュニケーション力しか強みがない7割に入るやつですが、妻公認の男の子をしています。えー、一人っ子、男の子、娘の方ですね、えー。一人っ子の意見として、一人っ子はやはり、ひ点も不作癖もありますね、えー。一人時間が長いから、自分の好きな分野に取り込む時間が、えー、兄弟ありより長いからですかね。私の趣味は女子,女子友達にはカ,ムカミングアウト済みです。まあ、そのなんか、あのこだわりの趣味強くなりがちなんですよね、長男は。なので、女装壁の。 その大ちゃんさんもそんな感じなんじゃないかなと思いますけど。えー、夫婦仲はいいのですが、夫が淡白で不満です。ティーパックで誘って雰囲気作りで何とかなるのか不安です。淡白なリュックさんがアドバイスしてほしいです、えー。僕、ティーパックに興味がないので、あの勝手に着たいから着てるんだろうなと思っちゃいます。すいません。転、えー、売ビジネスで売り上げがいくらぐらいあると税務署にバレますか ?20 万円以上。ホリエモンの小麦の奴隷という地方を中心に FC 展開しているパン屋さんについてどう思いますか食べたことないので、何とも。 えー、パートで2人からパワーラを受け、次失敗したら私、暴れるからなど言われ、怖くて診療内科行くと、うつ気味だから貧血にまで3ヶ月は仕事を休ませます。と書いてもらい、上司に渡したのに、勝手に店長が足りで私との同じ印鑑を使い出されました。これっておかしくないですか。えっと、労働基準監督署に行ってください。あの、診断書を偽造すると、多分こえー、と公文書じゃないかな。な何らかしらの誘引、公文書、誘引私文書偽造何らかの,あの警察型になると思うので。はい えー、会社の役員経営者自己犠牲の気持ちは必要でしょうか別に必要ないと思いますまあそういう人もいますけど、えー、親から毎月8万円の仕送りを受けている大学2年生と毎月8万円を稼ぐ社会人2年目の年のフリーター両者ともこれ以外に収入がないと仮定した場合この2人が過去1年の間で社会に与えた価値はどちらの方が大きいと思いますか 大学2年生が大学で勉強しているので、結果としてその大学生が生涯に稼ぐお金の割合って、あの、その高卒の社会人のフリーターとかよりは高いと思うんですよね。まあ、あの大学卒業してフリーターになる人もいますけど。なので、あの長期的に見ると大学に行ってる方が社会に対してはプラスの影響を与えるんじゃないかなと思いますけども。えー、彼女が欲しいと言ってる人ほど何も行動しないのはなぜですか 彼女を持ってる人は彼女が欲しいと言わないからです。なので、彼女が欲しいと言ってる人は基本的に彼女がいないし、彼女ができないような人ほど彼女が欲しいって言います。要は、あの、本当に彼女が欲しいんだったら、友達に彼女が欲しいとか言わないで、さっさと活動して動いてると思うんですよ。はい。というわけで、ちょっと、あの、世界の平和を守らなきゃいけないので、今日はこんなところにしたいと思います。はい。バタバタとすみません。というわけで、えー、っと、あ、でも12過ぎなんだ。はい、というわけで、えー、っと、もう12過ぎなので、あの、普通に働いている人は明日の仕事もあると思うので、 あの働いてないあのまあ子供部屋おじさんとかおばさんとかニートの方とかもいらっしゃると思いますけど、まあ、あの働いてる人は12時過ぎにはちゃんと寝てあのなんか朝起きて働くもんなんだよっていうのを知ってあの社会人の真似事とかしてみてください。お疲れ様です